はいどうも、スピンオフショットラジオ9月23日収録分です。私、無職のエビアイラックと申します。本日は焼肉詐欺師の小ジさんに来ていただきました。こんにちは。<laughs> こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、このラジオは日本語の会話を求める方のために日本語の会話を提供するというラジオのスピンオフのラジオとなっております。 はい、じゃあ、小路さん、焼肉詐欺師っていうのは何かをまず説明していただきましょうかそうですね、まあ、S4U さん関連の, <laughs> あのちょっと話題なんですけど、はい、最近なんか、映画撮影をし,してましてそう、S4 というグループがかつてあり、その中のグループの2人が 2>、はいえー、映画を撮って年末、年末じゃないな、まあ、冬に公開しようというイベントをやっており、はい、そこでの話ってい、ね、うことですね。 でそこで僕ソイスソース醤油さんのなんか助監督をやらせてもらってて<う>でその時に僕がなんかソイスソースさんをなんか二人で打ち上げしようとか誘って、はい、いい店知ってんのって聞かれてうん、うん、で、僕知らなかったんですけど「ね、はいで、いや知ってますよもちろん」とか言って嘘ついて「<laughs> で、俺肉食いたいねんけど」って言われてたんで「<laughs> いやーじゃあ行きましょうようまいとこ」とか適当に嘘ついて呼び出してはいで 実際会った時に「じゃあうまいとこどこなんすか?」って言われて「はい」いや「知りません」っていうことをやった, <laughs> やったらそういう祖先が「はい、は?」みたいな感じになってまあまあまあなるでしょうねそ,うそれでまあちょっとずっと不機嫌で不機嫌なままちょっと2人で打ち上げしたんですけどなるほどっていう事件があってそれをなんか SOU のラジオとかで結構美味しくいじってもらっててはい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 でなんかそうでその その時に島屋さんが「ああの焼肉詐欺師ね」みたいなことを言っててうん、うん、<laughs> そうなんかそういう名前がちょっとちょっと定着してるかなって感じですねじゃあもう肩書きはその詐欺師でいいと,とそうっすねなんかそれが分かりやすいかなと思って一応確認しましたはいまあ全然<の>、はい、僕もちょっと本当に小指ほど聞いたぐらいなんで、はい、全然そのはいはい、はい 概要ぐらいしか知らなかったんですけど、まあまあまあ、その2人で打ち上げしようっていうのはまあ、なんとなくわかりますし、まあ、うまいとこ知ってんやろうなっていう期待はされつつも知らなくて、はい、まあでも後でなんとかなるかみたいなもんあわかるんですけど、その,そのやりとりの後にに何、はい、かいい焼肉屋を調べたりとかってなかったんですかあー なんぼでもネットでありそうっていうか,うかいやここうまいらしいっすよみたいなんで全然通ったと思うんですけどでなんかとりあえず創スさんがもう充電がないとか言ってたんですよその時にはいで早く会わないとちょっとこの人と会えなくなるなって思ってはいで,でしかもいい店知らないなら俺はいかんでみたいなノリだったんではいなんとなくですけどはいはい、はい、でまあ言ってもまあ人気人気なグループっていう僕はイメージで そんな二人で飯食うなんて結構まあ普通普通,普通できないと思ってたんでまあうんそう、はい、でやべえこれを逃したらまずいみたいな感じでなんかなるほどとりあえずあ知ってます知ってますいやいやもちろんですよみたいないや僕東京生まれっすよみたいなことを適当に言ってはいはい、まあ、まずはまず会おうみたいな東京生まれなんですかあ僕東京生まれはいですああじゃあそこは本当なんだそうそこはそこは本当なんですけどよかったでなんか、まあ、とりあえず会っちゃえばもうで僕あんま 飯に食に興味ないんで <laughs> <あ>僕はどこででもいいんですよ。んマジで。で僕は牛角でもいいしサイズでもいいし別に路上でもいいんですよなるほどだからそういう感覚なんで別にそんな飯飯ごときで怒る人なんていないやろっていう感覚なんですよねわーで であって、じゃあいい店知ってますかって聞かれて、はい。いや、まあ知らないですけど、まあ別にどこでもいいじゃないですかみたいな。別に牛角でもうまいじゃんみたいな感じで言ったら、は,いはい、はってなって。いや、まあ、<然>なるほど。牛角うまい,いじゃないうまいじゃないですか牛角って別に。いや,いやいや、じゃあ、あのー、牛角がうまいっていうのは、友達と行ってうまいっていう話で、はい、なんかこう、あんまり、 こう親密じゃない人と行った時にうまいっていう感じではないかも、はいはい、ああでも本当に俺多分貧乏舌なんでまあ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 それはねわかりますよ僕も牛角僕は好きなんでそう叙々苑行ってもうまいし牛角行ってもうまいしなんかあんま違いが分かんないっていうか、うん、なるほど 別に俺は誰となんかど,どこに行くかっていうより誰と行くかみたいな派なんでそうあのー、そこが問題なんですよねコチさんは、はい、ソイソさんのファンなんですよねきっとそうまあそうですねはいはいだからどこでも楽しいじゃないですかうんでソイソさんからするとコチ、まあ、さんは <laughs> <う>まあ助監督をしてくれたとはいえそこまで親しくない人だと思うんですよそうですねだからこうこうそ の場合どこでもいいとはならないっていうかああでもなんかそいつさん本当にに何か食が好きっぽくてはいなんか本当にいや知らないっすよって言った時に本当にショックだったっぽくてそれは多分あの嘘つかれてたっていうのもあるんじゃないですか <laughs> そのえこいつ騙したんかよみたいな <laughs> いやでもその後に牛角マジで行ってで、はい、なんか端子とハラミがちょっと今日ないですねって言われたんですよはいもう売り切れちゃいましたみたいなはい そいつさんが「えっ?」てなっててそれは僕もなります単勝とはらみなかったら焼肉の魅力の4割から6割ぐらいはなくなりると思いますそんなにですかはいまあ結構人気の部位ですよ普遍的にそ,うそれで「えっ?」てなってで僕はまあ別にいいじゃないですかそんぐらいなくてもって感じなんですけどそ、はいつさんはいや移動しましょうとか言ってうんえ移動するの<も>めんどくさあしますしますねだって ないんですもん、だもう。だって、ゲーム会にゲームショップ行ったら、じゃあ欲しかった、モンハンもないし、FF もないですって言われたら、他の店行くかってなるでしょ。ああ、そんな感じ、そんな感じ。じゃあ、マリオ買って帰るか、全然趣味じゃないけど、とはならないと思いますよ、大抵。いや、それで、じゃ結局移動することになって、はい。俺はちょっと、え、マジかと思いながら移動して、はい。 でしたら別の店舗秋葉原だったんですけどはい別の店舗行ったらもう超満席で並んでてまあその可能性は高いですよね結局焼肉食えずでうんなんだっけな磯丸水産ってとこ行ってはいはいはいなんか食いたくもないなんか変な魚介類食ってみたいなこ <laughs> <laughs> れ,れでいいなら別にハラミと単勝なしの焼肉でええやんみたいな まあ、その気持ちはわかるかな。で、なんかもう、とりあえず、そいさんなんか腹減ってるから機嫌悪いんだろうなと思って。はい。じゃあ早く食いましょう、早く食いましょうちょっと食ってテンション上げてくださいよ、とか言って。はい。<laughs> で、結局食ってたんすけど、なんか結構ずっとブスッとしてて。うーん。<laughs> やべえとか思って。<laughs> やべえっていうのは、どういうやべえですか、まあはい、いや、やべえ、なんかこれ二人で、 これ1時間とか持つのかなみたいな <laughs> やべなんかちょっと怒ってるしなんかプライベートこんな感じなのかなこの人みたいないやーこれはどう解釈すべきかなーっていうのはもう一応僕の中ではあるんですけどほんとに飯何かあ普通に怒ってんだなと思いました飯でまあそうっすねうんで僕からするとなんか飯でこ怒るとか何こいつ子供じゃんってめっちゃ思っちゃって はいえみたいな <laughs> なるほど <laughs> まあその辺の価値観が多分そいつさんと全然合わなくてうんなんかまああの昨日も打ち上げあ一昨日か一昨日も映画撮影の打ち上げとかやってたんですよはいまあそれはみんなでですけどはいでなんかいろいろ喋ってたらなんかそいつさんがすげえ俺のこと責めてきたりしてまあ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 それはいじりっていうかこんなエピソードあったっていう 多分その焼肉の事件以来、なんか俺がもう攻めてもいいみたいな、もうこいつ、いじってきやみたいな感じで思われて、<laughs> はい、なんかすげいめっちゃいじられるし、なんか否定されるんですよ、めっちゃ。なるほど。なんか別に他の人がこの意見言っても否定しないはずなのに、俺が言うとめっちゃ言ってくるみたいな。なんか <laughs> まあ、そういうこともあるかもしれないですね。そう,そういう担当になってて、あー、まあまとことん合わないんだろうな、価値観はみたいな。うーん でも別に俺そういうふうにいじられるのが嫌いじゃないしなはい多分ソイトさんもそういう敵がいた方が元気なんですよ多分うんまあこう結構ねそういうキャラでうんってる、うん、売ってるって言ったらちょっと言い方悪いけど、ね、面白さを出してる人だからうんだらなんか俺といる時ちょっと元気なんですよソイトさんなるほど張り合いがあった方がねいいのかもしれない、ね、そうそうだからお前とはもう一生会わへんわとか言ってたんですけどはい いや、またまた、会ってくださいよ、そいちゃんとか言って、なんか <laughs>。<laughs> なるほど。そんな感じ、そんな感じでしたね。<laughs> うーん、なるほど。そうそう。まあ、俺的にはちょっと楽しかったですけど。うん、それで、そういう肩書きにされてると。そうですね。まあ、全然焼肉も好き、別にそんな好きじゃないし、詐欺師でもないんですけど、まあ、ちょっとホ、<laughs> <や>ホットな話題かな、みたいな焼。焼肉ってついてるのは、焼肉が好きなんじゃなくて、焼肉に、 いい焼肉を知ってるって嘘ついてきたっていうことがそこにギュッと詰められてるんじゃないですか <laughs> そうです <laughs> まあでもまあなんか言い得てみようっていうかまあ納得できる、はい、そのエピソードを聞いたら納得できる肩書かもしんないですね、はい、そうですえじゃあえびさん的にはどうですかそれを聞いて総括的にいやでも僕あの孤児さん側の情報からしか 聞いてないんで、その S4 <あ>の方は、<S S なんかラジオをちょっと聞いてたり、まだ聞いてなくて、だから、最新でそういうことがあったっていうエピソードをちらっと聞いただけだったんで、あんまりどういうことだったんだろうと僕も思ってたんですけど、まあ、両はやっぱり聞いてみないとね、なんでも。最初はなんかメンバーシップ限定はい。だけでしゃべってたんですよ。はい。で、なんか、 で、僕、その映画撮影の最初の3日間ぐらいの後にラジオが投稿されて、はい。で、僕、もうメンバーシップじゃなかったんですけど、はい。あ、これはなんか映画のこと喋るやろうなーって感じでメンバーシップに超久々に入って、うんうん。で、聞いたら、はい。もう開口一番ぐらいで、なんか、うん、これどうしよっかな。うん、まえ、あ、えか。ちょ、除去年のところの悪口言っていいですかとか言い出して、<laughs> はい。えみたいな。 あれみたいな感じで俺思って。うんうん、そしたら、そ、そっから10分間ぐらい俺の悪口言い出して。はいはいはい。<laughs> まあ、その焼肉のくだりとか。はい。で、俺的まあ、めっちゃ面白かったんですけど、僕的には。はい。で、それを聞いて、あ、まあでもメンバーシップだから話してるんだろうなと思ったんですよ。うん。そしたら、次のラジオとかで普通に、通常のラジオでも話し出して。はい。<laughs> それで、焼肉詐欺師って、下山さんが言って、 うん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 。うえっ、てか、なんかめちゃめちゃま,まだいじんのみたいな。うんうん。<laughs> これ、どんだけ好きやねん、俺の話題とか思ったんやっぱ印象的だったんでしょうね、それだけ。うん、かもしれないですね。で最、一番最新のラジオでもまた俺、いじられてて。はい。なんか、あの、まあのま映画撮影の前日に前乗りで、はいあの。女優さんとなんか練習するみたいな時間があって。へえ。 別に僕それ練習には加わらないですけどそのなんかカメラマンとしてみたいなはいまあ一緒にやるみたいな感じではいはいはいまあちょっと遅刻してったんですよねなるほどでその時に僕がアイスを買っていったことをなんかすごいディスられてアイス遅刻しよったのにアイス買ってきたんやでみたいな, <laughs> れなアイスっていうのは差し入れとして持って行ったんですよねいや違います普通に食いたくて。 あーなるほどあでも一緒にお茶も買いましたお茶は差し入れで持ってったんですよねお茶は差し入れとして買って紙コップも買って<ー>でついでについでにアイスとかなんか自分が食いたいもんちょこっと買ってはい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 で,でお,茶しお茶用意とかしてちょっとまあちょっとさせる前にアイスだけ食っちゃっていいっすかみたいな感じでうんなるほどたらで別にその時は別に全然怒った素振りもなくうん だったんすけど、うん、でラジオ聞いたらありえなくないみたいな感じで <laughs> あいつ遅刻しよった上にあいつまで食ってしかもそれ溶けちゃうからこっちも否定できへんしみたいな感じで何だ、まあ、あいつとか言ってでまあ気持ちは分かるけどなだからなんかその事前の連絡の時に <laughs> はい遅れますって言ったんですよで女優さんも遅れる感じではい で女優さんがちょっと僕より先につく感じだったんで「はいあじゃあ女優さんゆっくりしてください僕は超急ぎます」とか僕が送ったんですよはいでしたらそいつさんが「2人ともゆっくりで大丈夫ですよ」とか来たんで「うんうんあまあじゃあそんなテンションだらったら別にまあゆっくりでいいか」と僕も思っちゃって <laughs> まあでもそれって責任者としてはそういうしかないっていうか「歯ざけんなまあ、まあ、さっさと来い僕ども」と内心思ってたとしても まあ、うん、ゆっくり事故なく来てくださいっていう風なの、ね、ばまあ、その、大人として、それしかないっていうか、うね、まあ,まあ、まあな、なりますから、それはマジで真に受けてアイス買っていくと、ちょっと反省してないんかな、みたいな、ね、あるかもしれないですねまあ、でも、ちょっとお茶も買ったし、それで総裁みたいな感覚で。<laughs> <laughs> それで総裁できるかな。それは、多分、その、ね、遅刻の罪が、ちょっと軽くなるけど、<laughs> でも、はい、アイスと相殺されるっていうか、それは。だから、遅刻分、丸々残ってるんですよ、多分 <laughs> なるほど。だから、ただの遅刻してきたやつみたいな。はい。言うても、1、はい、2>, 1, 2分で食べれるから、はいはいはい。まあまあ、1、2分ぐらい準備,で準備しながらいけるやろ、みたいな感じで。まあ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 、それはそれとしてね。まあ、まあ、なんていうか、誠意の問題みたいなところになってきますよね。<laughs> こいつ悪いと思ってないんかなみたいな、やっぱそういう印象を与えちゃうかも。 まあ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 でも言うてその前乗りにお付き合いして別に僕いなくてもいいっちゃいいのに女優さんとマンツーマンでやればいいのに、ね、なんかここまでこだここまで関わってる人いないだろうぐらいの感じではあるんですよね <laughs> まあそれはわかるんですけどやっぱそさんとしてもその女優の方と一対一っていうのは既婚者だしよくないじゃないですか, <laughs> 確かに、ね、だから第三者を挟まないとよくないですよやっぱりそういうのは。 だからなんだかんだ文句言,つい,文句言いつつも僕俺は結構必,必要でしょとは思ってるんですよまあ言うたら結構助監督っていうのは何だろう監督の何だろうなう,ん、うんちょっと難しい、ね、奴隷とまでは言わないけどいやでもほんともうなんか A AD ぐらいというかいや立場上は AD なんですけどなんか肩書き上はちょっと それより上みたいな、ちょっと謎なんですよね。まあ実質的にはね、<も>そういう、なんだろう実質的にはそまあ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 。そう、だから、まあ、あのー、でも。でも、こう、ボランティアでの応募、ボランティアかどうかわかんないですけど、まあボランティアってあの義勇兵っていう意味だからいいと思うんですけど、<laughs> 応募をしたからには、やっぱちょっとそういう、はい、なんでしょうね。まあね。必要な。<laughs> お仕事かなっていうのも思いますし。まあまあでも僕は全,全く文句も言わずにもうちゃんとあの、なんだろう、<laughs> 助監督業はめっちゃちゃんとやりました。<laughs> ちゃんとの中にその遅刻しないとかは別に含まれてないんですかえっと、それはすいませんですけど。<laughs> あとなんか、打ち上げについて虚偽を挟むとか。はい、打ち上げについてなんすどういうことですか だから、その打ち上げでいいとこ知ってんすよって言って、遊郭に案内するっていう。いや、もう打ち上げとか、撮影終わった段階ではもう僕は、助監督は放棄しました。なるほど。<laughs> 友人としてじゃん、はい。もう普通に、まあここはプライベートでしょって感じでやりました。なるほど。うーん。で、なるほどね。まあでもまあ、で、しかも、結構二人っきりの時間が多くて、そいつさんと。はい。 なんか撮影初日本当は一番最初2日で撮る予定が3日に延びて、はいはい、もうなんかすげえ押しちゃったんですよねいろいろ。うんうん、で最初の2日目と3日目の間とかそいつさんのホテルで、はい、もううちら朝までずっと45時間ぐらい2人でずっとしゃべっててへ<ー>打ち合わせみたいな感じで。なるほど あれどうするこれどうする?」みたいな感じですげえなんかまあちょっと不思議だったんですけどそいつさんと二人っきりで「はい、俺は何をやってるんだろう?」とか思いながらこうずっと喋って「あでもないこうでもない」みたいな、うん、で時々プライベートの話とかもちょっと挟みつつ「なるほどえあれどうだったんですか?」みたいな感じで「うんうん、いやあれ,はあれはこうやで」とかいろいろ喋ってくれてなんかそこでめっちゃなんか親密になった感じがして。 <laughs> なるほどあやべえなんかそいスさんとすげえマブダチになってるみたいなうち,<ー>うちら戦友戦友じゃんみたいな感じになってて早いな <laughs> そうまあ僕なんか結構人と喋るのとか仲良くなるのってかなんか好きな感じなんでうんーなるほどなんかすごい楽しくてやそこが一番楽しかったんですよ正直うんう<ー>んやべえなんだこの朝まで超頑張ってる俺たちみたいな はいはいはい、はい、でそれのそれを経て焼肉の打ち上げだったんではい、はい、まあちょっと2人でまたいろいろ話しますかみたいな <laughs> ちょっとうちらでまたなんか作品のなんか完成度上げちゃいますかみたいなはいと思ったらなんかドン引きしてたんでうんあれみたいな <laughs> なるほどね <laughs> まあお互いの思ってた距離感が違ったのかなまあそうトータルでも良かったんですよその事件は多分おおトータルでっていうのはどういうところにいい点があったんですか,かいやまあラジオでもネタになったしうんうんなんかそれがあったからちょっとそいつさんも俺にちょっともう気使わないでいいみたいななるほどね、まあ、っていうなんか一ネタあるっていうのはねそうなんか だ総合的に見たらそれはなんか良かったなってなんか他の人も言ってたんですけど <laughs> なるほどでなんかすごいまあ距離的には近づいたけど別に仲良くはなんなかったみたいななるほどね、うん、そうそうでそうソイソーさんもなんか俺をいじってる時はちょっとイキイキしてんなみたいな感じだったんで <laughs> まあ別にいいかなみたいな <laughs> はいはいはい <laughs> そうでまあそうっすねうんなんかポジション自身も一ネタできましたしねなんか 映画の助監督したときにさみたいなエピソードもっそうっすね。僕そのラジオを聞いたときに超爆笑しちゃって「はい、何これめっちゃ面白い」とか思って客観的に聞いて「うん、俺めちゃくちゃじゃん」みたいな「うん、<laughs> 俺こんなめちゃめちゃだったんだ」とかも思いつつ「はい、いやでもそいつさんもそんなんで切れんなよ」とかも思いながら、うん、なんかいい思い出になりましたね本当にいじってもらえて嬉しかったみたいな。 なるほど、じゃあ、はい、結構楽しく映画撮影できたとうーんそうっすねまあそいソ,ソさんに文句みたいのまだ全然あるんですけどえ <laughs> <laughs> あんま言わない方がいいんじゃないですか、まあ、ファンならまあ別に言っていただいてもいいですけどいやあまあもうちょい後でじゃあそいソ,ソさんの話はま,あまた後で、はい、とりあえず焼肉詐欺師の話はこんなところで,そう,でそうっすね肩書きの話は 一旦はいそいスさんの話はまたちょっとあとになんか爆弾があるんであああんまり際どいことを言うとちょっと僕も初めての動画編集でチョキチョキっていうことになっちゃうかもしれないんであであーでもそんなおもろい感じですよ別にそんな、まああのやばい笑<お>える範囲でねあ笑える範囲です全然あんまりちょっとヒーヒーになる感じのはいや全然全然そんなのはないですじゃあよかったですはい じゃあ、肩書きの話も終わったんで、じゃあ、定番の話題なんですけど、ええ、あの他にも頂い,いてた肩書き候補で、バンドマンってあったんですけど、お仕事ってバンドマンなんですか、それとも趣味でやられてるんですかうーんと、えー、と今は、まあ、仕事はあのスタジオで働いてるんですよ。スタジオっていうのは、録音スタジオっていうことですかいや、練習ですかね。 音楽スタジオみたいのああはいはいはいまあ施設としては同じだけどその時間狩りでカラオケみたいな感じで貸してくれるような、まあ、そうですね施設っちゃえばそんな感じではい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 、はいはい、で働いてて、まあ、バンドはまあ若い時僕今3535<ー>なんですけどはいはいはいまあ高校生ぐらいから25ぐらいまでガチでやっててうんー でそっからなんか僕は配信とかそっち系になって。配信者でもあるっていうことですかそうっすね。配信もたまにやってますね。えー、なるほど。で、そこでゲーム配信とかいろいろめ、なんかすごい引きこもってめっちゃやってて。はい。で、そっからまた最近になって音楽またやりだしたりしてて。へえ。ー。で、もともと僕ギあ、ドラムとかベースとかだったんですけど。はい。最近はなんかギター、ボーカルでやってて。 うんなんかそうっすね昔から曲作ったりとかしてたんすけどあんまり自分のバンドでやろうっていうのはなくて、はい、うんなるほどそれを自分のバンドでやろうと思ってよしそれでちょっと一応売れたろかいとか思ってて <laughs> じゃあもうメンバー的には集まってるんですかあ最近なんか3人でライブしておお儲かった本当はいや <laughs> 全然儲かんないですけどなるほど本当は5人ぐらいでやりたくてへえ でまあ、メンバー候補みたいな人はもう決まってるんですけど、ちょっとみんな忙しかったりして。なるほどね。社会人だとそう,、ね、そうですよね。そうなんで、もしねギターとかあのキーボードとかやれる人いたら、ちょっと声かけてほしいなーみたいな多少ありますね。なるほど。バンドって僕あんまり詳しくないんですけど、はい、5人もパートあるんですかああ、だから僕ギターボーカルで,、はい、でもう1本ギター。 もう一本ギターででベース、はい、ドラム、はい、でキーボードですねなるほどギターって2人でやったりするんですねであんまり全然知らなくてあれなんです、ね、あけどああどうだろうな3ーピースっていうのは3人組っていうんですけど、はい、それだともうみんなギターベースドラムだけなんですけどが最小の構成でプラスアルファみたいなそうですね だいたい4人とかなんですよバンドってへえー、そうなんだだからそギター2本とかはいギター1本でキーボードいるとかうんうん、うん、まあ大体ギター2本が定番だと思います割とうーんそうなんだな、ね、まあなんかリードギターとかサイドギターリズムギターみたいなじゃあおのの弾いてることは若干違ったり全然違ったり するのかなそうっすね。だからコードって分かりますかねまあなんとなく。コード、そうす。コードっていうものがまあ,あって、そのコードを弾くのか、ソロを弾くのかみたいな。はい、うーん。そうっすね。なんかそんな感じで <laughs>。なるほど。<laughs> なんか、上手い人はソロを弾くみたいな感じっすね。うーん。う手い人はソ,ソロなんですね。<え> 上手い人がそのリードギターって感じですね、多分。お<ー>で、ボーカルはそのコードをずっと弾いてるみたいな。うーん。この桑田さんとか桜井さんとかそんな感じですよ、多分。なるほど。ちょっと、誰かはわからないですけど。あ、サザンの桑田さんとか。うん<ー>。ミスチルの桜井さんとか。うん<ー>。で、桜井さんとかになるとギターソロとかも弾いたりするんですけど、みたいな。なるほど。 あ、その辺も全然わかんない感じですか全然わからないですね。サザンもわからないし、はい、わからないっていうか聞いたことありますよ。そのサザンオールスターズっていうバンド名聞いたこと、あの曲をこれだなって聞いたことはない。え、津波とかも津波、あ、津波ってサザンなんですね。そうです。っていうぐらいの。あ、全然全くっすね。あ、なんかジャイアンツっていう球団あるよね、みたいな感じです。 あー松井は分かんないみたいな松井は分かるけど <laughs> そのぐらいそのぐらい <laughs> 松井なんか王さんっていう人とか昔いたんでしょぐらいそんぐらいそんぐらいあーなるほどねえその小中学生高校生の時とかには聞いてなかったんですか音楽を聞いてなかったかなあんまり音楽音楽してないししてからもあんまりそういうところは、うん 踏まなかった、通らなかったから。え、ごめんなさい。えっと、エビさんって今おいくつなんですか僕は33です、今。あ、年下なんだ。<laughs> まあ、そういうことになるのかな。35の人からしたら。じゃあ。まあでも、ほぼ同世代と言ってもまあいいのでは ?89 年生まれとかですか ?90 年生まれです。あ、早生まれ。早生まれでも5月だから早生まれとは言わないかな。 90年、はじゃあ3つ下った,た。はい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 。えじゃあ、レヴィンさんとは結構離れてるんですね。まあ、そうっすね。まあ、うん、6つあ六6つか。へえはい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 。まあ、でも同世代、ね、まあ同世代といえば同世代と思うし、だから、そんなに状況としては変わらなかったというか、はい、まあ、周りの人は多分聞いてたんだと思います。 僕の時はなんか結構パンク青春パンクみたいなのとかラップとか結構流行っててうん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 んかまあキック・ザ・カンクルーダーとかリップスライムとかはわ,わかんないですけど「ゴーイング・セディ」とか <laughs> あそうそうゴーイング・バンドで言うと「ゴーイング・セディ」とか「ブルーハーツ」とかが好きですかね<う>僕はえあ好きなんすきですか好好ききでですす じゃあ話合いますよ。ごステこの前もコピー版でごステやってきましたもん。へえー、なんか、あのもしも、<す><ん>もしも君が亡くならばそうそう、とかやってきましたよ。なるほど。はい。ごステはいいですけど、なんか、ご一斉好きなんですけど、銀杏になったじゃない銀杏ボーイズっていうバンドに、途中でまあ、名前っていうか、名義っていうか、変わったじゃないですか。はい、まあ、まあ、メンバーも一応変わりましたけど、一人。あれからちょっとなんか、こうあんまり。 まあ僕が年を食ったからなのか単に「ごいっせ」から「銀なのちょ,ちょっと方向の変化があったのかはわかんないですけどまあ嫌いとまでは言わないが普通ぐらいになったという、えー、ははははじゃあそのバンド系をめっちゃ聞いてたとこでもないんですねでもない本当にそこもピンポイントだしそれもねあの友達がカラオケで歌ってたんですよ あー歌いますよねでそっから「へえこんなんあるんだ」みたいな感じが僕多いですね、うん、あーじゃあが,がっちり好きだったアーティストとかそういうジャンルはあるんですかサウンドホライズンですねご存知ですか<え> <laughs> わかんないですえっとサウンドホライズン略してサンホラって言うんですけどえっ、ー、と、はい、一番伝わりやすいとこだと「あの、はい、進撃の巨人」あるじゃないですかアニメはあはあ のオープニングとタイアップしてたりしますね。え、え、サウンドホライズンってグループなんですかグループです、グループです。普通に、あの、歌、歌のグループまあ、歌のグループでもあります。でも、バンドって感じではないです。女性ですかいや、えー、主催の人はレボっていう名前の名前っていうか、レボっていう男性です。えー、全然知らなかったですね。あ、そうですか。まあ、なんかあれそんなにージャーでもないかも。 言い方はちょっとあれかもしれないですけどそのオタク寄りな感じではあったんですかまあオタク寄りかオタク寄りでないかというとオタク寄りかもしれないですねうんアニメとかめっちゃ見てたりしたんですかえ僕がはいあ僕は全然見ないですまあたまに見るかなぐらいであいまあオタクといえばオタクだけど、えー、なんかこうなんだろう特に,何,に何もないという面においてはオタクだけどなんかこう めちゃくちゃ好き、熱量があるみたいな感じではないっていうか、ですかね。ああ<ー>。だから別にあんまりそういうのに造形も深くない。はい。高校時代ゲームとかずっとやってたとこですかああ、ゲーム、オンラインゲームやってましたね。僕、中3ぐらいから、早っ。えー、マビノギっていうオンラインゲームをやってて。あ、知らないですか知らないです、ね。じゃあ、その、 ってててのは全くやっ通ってきてないんですねあ逆に僕は全然そのまあオタク要素みたいなのがなくてなるほどまあどっちかというとリア充よりだったっていうか <laughs> 僕のリアルが充実してないような言われ方ですけど、えー、まあ事実な言い方がかんない言い方ちょっと分かんないですけど普通にバイトをやってバイク乗ってタバコ吸って女なんかみんなで遊んでみたいな感じで終わりましたへえー、なるほど僕は家でオンラインゲームをやってたって感じですねで あだからなんかちょっと僕特殊っていうかなんかまあ別にそういう人も当時はたくさんいたというか単に属性が僕と違うだけでそういう感じなのになんかゲーム配信とかやってたんでなんかお前全然おゲーム知らないなとか言われていや別に俺全然オタクじゃなかったしみたいな、うん、なんかそんな感じでしたね でも最終的に行くところが同じ S4 を見てたりなんだりっていうのはちょっと面白いですねでも僕男子校だったんで高校は、はいはい、全然超つまんなくてええ男子校つまんないんですかいや男子校超つまんないっすマジでというのは <laughs> いややっぱ女子がいないってだけでもう80%ぐらいつまんないしうーんなんか男同士で わはははみたいいいななそういう楽しさん男同士でわははもちょっとまあ多少ありますけどはいまあ俺な仲いい友達が一人親友みたいなやつがいたんではいそいつと遊んでるとき楽しかったですけどなるほど、うん、学校自体はすぐつまんないしああ<ー>ん,<れ>んかもう先生とかもやる気ないんですよ全然あああんまりそういうちょっと荒れた感じの学校だったんですかああでも、うん、まあ バカ校だったんであれちょっとも荒れてもいたんですけど、えー、やっぱ女子がいないともう生徒も先生もやる気ないんですよんか体育祭とかな体育祭とかマジでみんなやる気ないし、うん、文化祭とかも全然なんか頑張ろうってう感じもないしうんなるほどで男,男と喋っててもなんか司会の隅に女子がいるとかだけでテンション上がるんですけど、はい、でもそれがないじゃないですか まあ男子校だとそうですよねそうだからなんかもううんつまんなかったっすねマジでなるほどそう,そうなのまあ地元で,であそう地元で遊んだりとかしててそこに女の子がいたりとかしたんですけどなるほどそうそう学校ではつまんないけど外で楽しむみたいな感じでしよねうーん うん、ちょっと疑問なんですけど、あの、はい、男子校っていうことは別に入る前からわかると思うんですけど、はいはいはい。その、じゃあ男子校行くかっていうのをよく決めましたねっていうか、なんで男子校行くかってなったんですか <laughs> いや、なんか、えー、っと、<う>なんか、ほんじゃないですか、行きたくないであろうのは。いや、よくわかんなくていないあんまり。あ、そうですか、ね。かんない。あ、男子校ってもっと楽しいんかなと思ってたけど、そうじゃなかったってこと いや、てか,か男子校かどうかも分からなかったええー、男子校かどうかさすがわ分かりましたけど。なんか、もともリ都立に行こうとしてて。はいえ。僕行ったの私立なんですけど。はい。なんか、都立の勉強とかしてるときになんか、なんで俺勉強してんだろうって思っちゃって。はい。勉、勉強、おもんなってなって。はい。いや、もういいや、めんどくせえ。別に俺な、別どこでもいいや、みたいな感じになっちゃったんですよ。なるほど。 で、もう勉強なしで適当に行ける近場ないかなみたいなうんそれが男子校だったとそ,そうそれがたまたま男子校でで僕の中学から4人ぐらい行くやつがいたんではいあまあ別にみんな行くならそれで行くか <laughs> みたいなすっげえ適当に決めて <laughs> み,みんなの範囲がめっちゃ狭くないですか4人ってそうっすねでもまあ近いし別になんかここで行くかみたいな なるほどね。近さと入りやすさで選んだらまあ男子校だったと男子校で、まあ、入ってみるまで、まあ、実態も分かんないしうんまあねで入ってみたらなんじゃこりゃみたいなうんなるほど普通に体罰とか普通にガンガンあったしへえ<ー>んかもう入学して3日目ぐらいで普通にビンタされてるやつがいて何したらビンタされるんですかそいつはいや なんか、帰りの会の挨拶をちゃんとしなかったみたいな。なるほど。お前ちゃんと、ちゃんとしろーバーンみたいな感じで。まあ、<え>当時はギリやったかもな。さすがにしょ。もう、当になってたか。僕の担任が剣道部の顧問で、はいはいはい。もう、ほんと昔ぎのすげえなんか、すぐ手出すみたいな人で。へえ<ー>。僕、その人に3年間担任だったんですよ。はい。 だから俺もう何回ビンタされたか覚えて,覚えてないけどめっちゃされましてマジで <laughs> で僕遅刻とかめっちゃしてたんではいもうなんか遅刻するなんかいっぱい結構もう頻繁にされてましたねビンタとかめちゃめちゃビンタされても大人になっても治ってないじゃないですか <laughs> <laughs> そうなんですよ えー、そこが問題なんですねも。もっと厳しい教育が必要だったのかも。<laughs> 違う違うでもねあの、映画の遅刻はもうスケジュールがパツパツすぎて、はい、明日クソ早くて、なんかもうめちゃめちゃ疲れて、まあ言い訳っすけどね。まあそれはそれじゃないですか。まあうい分ぐらいのールなわけで10。10分ぐらいの遅刻はまあまあまあみたいなテンションではあったんですけど。なるほど。まあでもそうっすね。いやー。 地獄だったな、本当に、男子校は。うーん、僕は凶悪だったんで、あんまり男子校の地獄感はわからないですが。勉強できたんすか、ね、いや、どうでしょうね。自分からでき、できました、できました、というほどはできないかな。へ、えー、楽しかったんすか、高校は。まあ、そうっすね。う、えーん。まあ、選べるなら凶悪の方がいいですね。まあうっすよ、ね、男子校は選ばないかな。 いや選べるので男子校選ぶってアホっつったんすよねまあ俺選んだんすけどそうまあ選んだ人も今ここにいるなと思っていやでもまあ同じ条件で入れるんだったら共学行きましたけどねでもちょっと遠くとかに通おうと思ったら行けたんじゃないですか共学のとこいや別に行けましたね今思えばその激地下にこだわったら男子校だけど、うん、まあまあ多少あでもでも一緒みたいなんなら。 俺もトータル別にそこに行ってよかったなーでもあるんですよ。ほう。だからその親友みたいなやつができたし、うんうん。そこでバンドとかもやったり、まあなんかそういう苦い思い出も今となれば糧となってるなみたいな。うんうん、っていうのはあるんで、<laughs> 僕はするけど。トータル、まあそこ行ってよかったなんですけど。まあ今いい思い出になってるならいいかもしんないですね。うん。まあいい思い出にっていうか、なんかその悔しさがすごい。 でなんかそ,そ,んとそこにいる時のなんか驚愕のやつらムカつくみたいなのがすごいあってうんあいつら楽しみやがってみたいなのがすごいあったんで <laughs> 自ら縛りプレイしに行ったのそう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  <laughs> なんかそれがいまだにちょっとあるんですよなんかへえ<ー>んか楽しんでるやつに負けたくねえみたいな,なんかルサンチマンみたいなものがあるのかなそう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 いうのがあるんですよ で、それをバンドにめっちゃ生かしてたんですよそのあとへえ<ー>だからなんか<お>ボトータル良かったかなっていうなるほど高校卒業された後は、うん、就職それとも大学など、うん、進学いやえー、っとねーなんか、まあ、ほんと俺人生めちゃめちゃっていうかなんか,なんかすごいあ,あっちゃこっち行ったりとかなんか,なんかめちゃくちゃなんですよねなんでえび<お>さんどうだったですか <laughs> 僕は高校卒業したら大学行ってで、はい、大学をちょうど5年で卒業した後に短大に2年行ってちょうど5年 <laughs> ちょうど5年切りよく <laughs> あ留年したんすかはい <laughs> なるほどなるほどで短大の後は就職したけどまあそれも1年内とかで辞めちゃって無職って感じですねえそっからずっとですかまあそうなりますね え、何年間なんですか ?6、7年じゃないかなあ、6、7年です、ま。あ、じゃあそんな、まあまあ長いけどそんなでもないのか <laughs> まあ6、7年はそんなだと思うけどな。赤ちゃんが小学生になってるぐらいだからな。<laughs> え、じゃあでも実家にいるから大丈夫みたいな感じですかまあ、そうっすね。実家といっても一人暮らしではありますが。え,ーえーえ <laughs> 実家だけど一人ってことですかいう言葉に別になんか両親が同居してるっていうニュアンスはないじゃないですかはいはいはい、はい、だから生まれ育った家で住んでるけど一人で住んでるっていう,うん、うん、あご両親はまた別のところなんですかそう母親は亡くなってまして、えー、父親は<あ>あの新しいところに家を建ててそっちに住んでますああでもその家はもう好きにしていいって感じなんですかまあおおむねまあそれもあと2年ぐらいですけどね、えー あ、そうなんですね。他人に譲っちゃうんで。え、そしたらどうするんですかそれはもう、他のところに住みますよ。え、でもそしたら家賃が発生するじゃないですかそれは当然しますよ。あ、じゃあそこまでなんですねニートで入れるのは。うーん、まあそう、行けるとこまでって感じですね。ああ、でも別に何、仕事何しようとかは別に特に決めてなく。まあ、そうですね。そうなります。え、ど、どこに住んでるんですか今は。 今は香川です。香川香川あんまりツーショット僕の回は聞いてらっしゃらない。あ、すいません。いや、別にいいんですけど。いや、聞いたことあります。1回、2回。なんかこうあ、あんまり僕のことを知らないっておっしゃってたので、なんかどういうつてでこれを知ったのかなと、まず思いまして。はいはい、あ、なんか僕、まあ、SO さんが普通に好きで、はい。で、そっからレビンさんに行って、はい,は,いはい、はい、はい。 レビンさんあのなんかダイエット企画みたいなのあったじゃないですかはい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 マヤさんとレヴィンさんのダイエットみたいなうんうん,んそれがめっちゃ好きでへえ<ー>んかそれ俺ずっとラジオ代わりになんか何周も聞いたりしててなるほどえなんかこの人面白いみたいなうんうんでまあレヴィンさんちょいちょい S4 さんの動画に出てるんでそれでまあ結構好きな人ではあってうんうん レミさんの YouTube とか見るようになって、はい、まあラジオとかやるようになって聞いててうん、うん、で、まあ、レミンさんはなんかすごい面白いくてなんか俺は好きだなっていう人なんですよ。はい、で、まあ、ラジオはだか聞く人は聞いてたんですよ、まあ、下やかさん、そいそさんとかっちさんとか。うん まあだから、なんか S4 関連の人は聞いてたって感じですね、ラジオを。なるほどね。で、幸之助さんとか、そんな知らないんで、あんま聞いたりしてなくて。はい。で、エビダイラックさんは、なんか本当に全然、謎、謎すぎて。<laughs> なるほど。なんか、わなんか、視聴者なのかなんどういう関係なんだろう、この人たちみたいな感じで、なんか、ふわっとしてて。はい。で、それで、あんまり聞いてなくて。はい。 で、今回、この、これを知ったのは、普通に、レミさんのツイッターがなんかんですかね、たぶん。ああ、リツイートしてたので、知ったとか。ツイートででで、で、元々、レミさんラジオに出させてくださいっていうのは言ったことあるんですよ、一回。へえー、なるほど。なんかで、出たいなと思って。はい。で、まあ、普通にスルーされちゃって、うんうん。あまあ、そりゃそうだよなーって感じで、しばらく経って、はい。この、このお話があったんで。なるほどね。 あ、なんか、とりあえず、わかんないけど、出てみたいみたいな感じで。あー、全然知らない僕と話すことになるわけですけど。あ、それはもう全然。大丈夫だった。で逆に、エビさんのことをあんま調べずに、そのラジオで仲良くなろうとか思って。<laughs> なるほど。そういう感じですね。なるほど。なんか、うん、あんまり逆に調べた方がつまんないかなと思ったんで。まあ,まあ別にそんな、調べてないとダメとか、そういうことは一切ないんで。 日本語が喋れてれば大丈夫なラジオということで。そうっすよね。で、なんか、分かんないですけど、こ,これのラジオを機に、レヴィンさんのラジオに昇格みたいなのも、なんか、あんのかなーって、ぼんやり思ったりとか。そう、レヴィンさんが気が向いた人と話すかもしれないというコンセプトですね。うん、あ,あ、そういうコンセプトなんですかはい。あのーあ、そうなんだ。日本一というか、これが、僕がやってるのが。はい、で、<え>レヴィンさんが気に入った人がいたら、みたいな。 見本一ってなんですか見見本一です、見本一あ見本市見本を並べておいて、あ<ー>あお客さんを呼んで、いいなと思ったら勝っ、勝<ー>商談をするみたいな、日本一。じゃあ、すごい、すごいよかった。それは、なんか、そうなったらいいなと思ってたんですけど。まあ、理論さんしないのところがだいぶ大きいんで。そういうコンセプトだっていうのは知らなかったんで。そううんであそうですか。一応あの <laughs> ラジオ中で説明、はい まあ、それも聞いてないか、<あ>僕の回だから。それも、すいません、今度全部聞きます。いや、いや全然そんな、無理じいはしません <laughs> お。気が向いたら聞いていただいて。いや、まあ、今回で、あの、エビさんの人となりを知れた、知れると思うんで。<laughs> どうかな、そ,れそこまで。知ってる人だったら聞く気になるんで。なるほど。まあ、全然知らない人だとね、はい、ちょっと、足が遠のく、耳が遠のくかもしれませんね。 なんかそうっすね、だたけちさんぐらいの頻度で S 層に関わってる人だったらなんかちょっと聞く気になるけどみたいな。なるほどね。<laughs> いや、あ、ね、つもから入り、レヴィン,ンさんから入り、え、レヴィンさんが何ですかいや、レヴィンさんは俺のこと嫌いそうだなと思って、この感じ。どうでしょうね。いや、俺結構ガ,なんかガツガツタイプっていうか、なんかグイグイタイプとかク、そいつさんにも言わ,れる言われたんですけど。うん。 でいやもうこういうグイグイ系はしまえかも俺も嫌いやでとか言われてて「なんでだよ」なんでよみたいな感じで言ってたんですけど、はい、でレヴィン,ンさんも絶対そうだろうなとか思ってまあそれはこの回を聞いてみてのお楽しみって感じですかねまあまあそうっすねまあうんはいわかりました <laughs> 音楽の話も音楽好きなんですよはいでレヴィンさんも音楽作ったりやったりとかしてるから、ね、うん、うん、そうですね 話がある部分ももあるかもそ,うそ,うそうだそういう話とか過ごいしてみたいなってうのがあるしうんうんうん,うーんまあなんか単純にファンファンっていうかね好きな方ではあるんでもしよければって感じですねそうですねはいええー、じゃあはい他になんか肩書きにもう一個あった気がするけど何があったんだあ配信書きに入 配配信信ををされててるっていいうううことでどういう配信をまあゲーム配信とおっしゃってましたけど<ー>どういうゲームとかこういうサイトでやってるとか。そそうまあそのバンドやめた時にそれがもう2013年とかではい、10, 年10年前ぐらいにやめてそっからなんかまあちょっとまあいろいろねメンタ精神的にちょっと病んじゃった時があって<ー>でもうなんか。 僕もも引きこもり状態とかにななってて、はい、でなんか女関係でもちょっといろいろあったりとかして <laughs> で、はい、なんかもうおあ俺終わったなーみたいな感じだったんですけど、うん、その時にニコニコニコ生、はい、をなんか始めてまあてかバンドやってる時にちょっとニコ生をやったりしてたんですよバンドでそれでそのその流れで一人でもやるようになって。 で最初なんか顔出し雑談とかやってたんですけど、はい、なんかうんなんか俺ちょっとちげえなーとか思ってでゲームとかやるようになってで、はい、まあレトロゲームレトロゲーム配信みたいな。えー、レトロゲーとかを2年ぐらいやってましたね最初。お<ー>でなんか結構人集まったりとか割とコメント来たりするようになっておお<ー>何これめっちゃ楽しいとかなってでもなんか その時って別に配信で飯食えるような時代じゃなくてまあ確かに趣味って感じでしたねニコニコあんまりお金っていうのをそもそも嫌ってた感じもあったかもな僕が辞めてからそういう you YouTuber とかうんうんうんこのなんだろう配信で稼ぐみたいなのが結構普通になってったんですけどその時はなくてう,、ね、うんうんだからで人とか集まったり楽しかったりしたんですけどこんなんいつまでやっとんねんってなってきちゃってうん こんなんやってても別に何も無じゃんみたいな。まあ趣味ですからね。そうそう。だから、それを30ちょい前ぐらいに、もうこんなことやっててもあかんつって、もうコミュニティ爆破して、はい、はい。もっいいでも意外と1600人とか言ってたんですよ。へー。そう、でもやめようと思ってやめて。YouTube だったら収益化できてますね。そう,そうそうそう。で、やめて就職したのが、その男子校の時の友達の会社で。 うんそれは何の会社だったんですかそれは、えっと、製造業みたいなうんなんかちっちゃい工場みたいなはいはいはいそうそうそうだからそこもつながってるっていうかだから男子校行っててそいつめっちゃ仲良かったやつがなんか拾ってくれて<う>で就職させてもらうことになってうん、うん、で初,初正社員だったんで<う>でよっしゃこれで俺も 立派な大人だとか思って頑張ってやってたんですけど結局9ヶ月しか持たなくて <laughs> 僕の鍵屋と同じですね <laughs> 9ヶ月はあマジっすか僕も9ヶ月で寝ましたから鍵屋鍵屋鍵屋さんだったんですかそうですよえ鍵屋さんってそのなんか緊急で開けるみたいなやつですかそう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 あそうなんですねだったんですよ、えー、僕ブラックでしょまあホワイトではないかな少なくとも ええー、あなんかその話も面白そう。だから後で聞かせてください。<laughs> あの、実は初回にラジオでやってるんで、そっちで聞いていただいてもいいんですけど。<laughs> あの、これ聞いてるよね。そう。繰り返しになるかなっていうの。そう、レビンさんのラジオの僕の初回。はいはい、あ、じゃあ、それ聞かせていただきます。ぜひ。はい。まあ、それで、そう、9ヶ月でやめて、 うん、でそこからなんかまあいろいろなんかね<そ>なんかアフィリエイトに手出して100万ぐらい損したり損しすぎでしょそんな損することありますはいとかでその後にイベント業なんかイベントの仕事とかやり始めてはい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 なんか渋谷のまあトークライブハウスみたいなとこで1年半ぐらいかなうん、うん、ピあの音響とか照<ー>明とかちょっとイベンターとかやったりしてなるほど そこはめちゃくちゃ面白くてあ一生続けられるなーって感じだったんですけど<ー>まあいろいろあってやめて、うん、でコロナ前にやめてでコロナと同時ぐらいにまた配信やりだしたんですよはいはいはいそうそれでいまだにそれをたまにやってるみたいなへえなるほどで,でも結構頑張って YouTube も1000人以上行っておお 向こうに生も同時にやっててそれもまた1000人以上行って<ー>一応それの収益で数万円みたいな時,時,時期はあってへえ<ー>まあでもその時一人暮らしだったんでもう全然一人暮らしを賄える分は無理であじゃあ今は実家なんですかいや今はまたそれもちょっとおもろい話でルームシェアなんですよあルームシェアねもうなんかそうっすねなんかいろいろめちゃめちゃっていうかルームシェアもなんかあれなんですよ ニコ生で知り合った人に声かけられてあのまあなんか同性異性あ同性ですああなるほど同性で四人です四人多いな四人で四 l d k みたいななんかマンションのなんですけどはあなるほどなるほど俺もなんかあれなんですけどあのまあその家主が家を買ってるんですけどはいでなんかその家主がまあちょっと同性 同性愛者はい。で、ナンパされたみたいな形ですね。へえ<ー>。横浜で配信してたら、なんか、イケメンですね、とか言われて。はい。いやいやいや、みたいな。で、その時なんか俺、なんか、えっ、ー、と、江ノ島までチャリで、スラムダンクの聖地にチャリで行くみたいなわけわかんない配信してて。へえー、すごいな。片道50キロをチャリで行くみたいなのをやってて、 うんうん、でチャリに固定しながら配信してたらなんかそういうコメントが来て「はい、いや別にイケメンじゃないよつ」とか言っていっしでそしたら「一緒に住みませんか?」とか言われてストレートだなでその時僕五反田に住んでて一人ではいはいはい結構街中かに住んでたんですねでそ,そう家賃も高えし金もねえしでなんか騒音問題とかもあって引っ越したいと思ってたんでうん あ,あ、全然いいよす、住もうよとか言ってなんかノリノリで答えて。へ<ー>で、でこんな感じのマンションでこんな感じでっていう情報をもらって、あ,あ、じゃあ全然いいよいいよって,言って、うん。うん、うんん。じゃあ会おうよって言って、もう次の日に俺会いに行って。へ<ー>で、会って、どんなやつだろうとか思ってたら、普通になんかいい感じの人っていうか。まあ、普通の人では、怖い人ではなくて、うん。そうそう、なんか来られるんじゃねえかとか思ったんですけど、全然普通で。<laughs> はい。 で、それで家に行ってなんかまあいい感じのマンションでうん 4LDK ってすごいよな、はい、そうっすね「めっちゃ金持ってんじゃん」とか言い,言いながらでも別にローンで買ったんで金があるとかじゃなくてうん<ー>普通に困窮はしてるんですけど <laughs> 困窮してるそうそうでなんか犬とかもいてはいはいかわ,かわいいって感じででなんかそれでまあじゃあもう住むかって感じでもうノリで じゃあ、その後知らんやつ2人が増えて4人で住んでるっていう。あ、もうともと3人で住んでたんですよ。ああ、なるほどね。そうそう、そこに僕が4人目として入って。その、でま、残りの2人はどういう人なんそれもナンパされてきた人たちああ、なんか、1人はすごい長く、もうなんか5年ぐらい一緒に住んでるらしくて。ええ<ー>。これは、まあネットで知り合ったっぽいっすけど、なんかどういう出会いかわかんないですけど、うん まあ5年ぐらいで仲良しでずっと住んでるって感じで<ー>仕事はしてないけど何で稼いでるかわからんみたいな <laughs> なるほどでもう一人は割かし最近ここ1年以内に出,うん、うん、出会ったネットの人みたいなへえ<ー>その人はなんかバーテンダーでへえ<ー>みたいなこれも金持ちに声かけられないかなであでもそうそうそうなんかあるかもしれないですよそういうの 待ってますそういうお声掛け <laughs> そ,うそれでまあ俺最初の3か月ぐらいめっちゃ仲良くなってうんうんまあもう毎日ずっと一緒にいてなんか引っ越しとかも手伝ってもらってなんかすげえずっと一緒に時間過ごしてうんうんあ何いやすげえ楽しいじゃんルームシェアとか思っててはいでしたらまあなんか3か月ぐらいしたらだんだんギスギスしてきてあら <laughs> ああああ それをやる人やる人。へぇ。とえー、<laughs> なんかもう一気に仲良くなったせいかを、なんか一気に悪くなって。はい。で、まあ、僕の。何してんすか今。いや、今はもう全く喋ってないっす。<laughs> じゃあもう、ルームェアはしてるけど、葬儀みたいな、はい。そうっすね。で、なんか飯とか作ってくれるんですよ。へえー、作ってくれるんだ。 飯はなんか飯付きで3.5万って言われせてて安いそう安いとか思ってで僕なんかで家がめっちゃ汚かったんで家事とかめっちゃ頑張ってやってて<う>掃除とかなんかもういろいろ超やりまくっててんでもこれんで俺こんな頑張ってんのに金まで払うのみたいな感じになって <laughs> それはそれこれはこれっていう <laughs> そうで一時期家賃なしの2か月ぐらい家賃なしにしてくれたんですけどへ<ー>まあ結局でもギスギスしだしたんで払うことになって 今はだから23万払うみたいなうんでも家事ってか皿洗いとかトイレ掃除とかゴミ捨てとか犬の世話とかちょいちょいやってるんでなるほどそうそうそれでまあ多少プライスダウンぐらいな感じですね今はルームシェアってそういうのが怖いよないやーやっぱいろいろやっぱ人と住むとか人間関係ってむずいなと思いましたね そう、まあ、どんなに仲いい友達とでも、四六時中顔を合わせてたら嫌になる瞬間もあるでしょうしね。うん、いや、そうなんですよ。だからバンドとかも、映画撮影とかもそうで、うんうん、やっぱ集団で何かをやるとか、やっぱ人間関係の気,気の使い方とかっていうのをすごい最近勉,勉強になってて、うん。なんかルームシェアは本当に結構でかかった。 かったっすね、で映画撮影とかも本当になんか7人とかだったんで、はい、やっぱすげえ気使遣うしなんだろう監督がいっぱいいっぱいの時は結構僕がこうなんかムードメーカーじゃないけど、うん、いろんな人と話,す話したりとかなるほど手が空いてる人になんか仕事振ったりとか声かけたりとかっていうの結構やったりしてていやー難しいなーと思いましたね。 うんでバンドもそうなんでバンドも4人5人とかなんでで僕,の僕が曲作って歌ったりするんで自分がリーダーだから、はい、いやそういうのもすげえ大変だなーでも頑張んなきゃなーみたいなまあ人まとめるのってあんま得ない割に大変ですよね <laughs> そうなんですよねメンバーで気楽にやってるのがいいけど まあそういう人ばっかりだとグループは成り立たないわけだからで、うん。昔は僕もドラムとかベースとかだったんで、なんかそういう気楽なポジションではあったんですよね。ドラムとかベースがリーダーのバンドってないんですかあ、でも僕、裏、裏、裏番長じゃないけど、裏では結構仕切ってるみたいなとこあったんですけど、<laughs> なんだろう。まあその指揮を執るみたいな。 メンバーをまとめるみたいなことはやってたんですけどでもなんかやっぱ自分のバンドで自分が顔で自分がってなるのと全然違くてうん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 ,なんかやっぱすごい責任もあるしうんうんうんなんかこの人たちに,にいい思いしてもらいたいとかも思うしなるほどなんかすげえありがたいけど申し訳ないしみたいななんかいろいろすごい 大変ですね、まあ、でまあ頑張りたいなよてそうそうだからあの SO とかもまあいろいろあったんだろうなとかも思うしうんそうかもしれないですねで下彩かさんが顔だけどそいささんが裏では引き取っててうんぬんかんぬんみたいなうんなんかうん最近そういうのすごいべなんか勉強になってますねなんかいろいろやらせてもらってなるほどまあやっぱ人生いくつになっても学ぶことはありますよね いや本当にだから35歳で俺自分のバンドやるとか思ってなかったし全く <laughs> なるほどてかもともとそんな長く生きたいタイプじゃなくてああなんかパンクやってるやつみんな言いそう30代は意味ないみたいなそう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 、まあ、そう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 でうそうでうそ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 う そうでも俺もそのタイプで本当にもう普通にまあ3十ぐらいで死ぬんだろうなーって感じでいう生き方をしててでもまあ死んでなかったんですよね、うん、いろいろ,いろいろやったけどみたいなそれはもうやっぱ人間生きたいもんですからねほっといたらいや本当死ぬのってね意外と難しいんですよなんかあ人間って丈夫なんだなみたいな <laughs> うんそうそうそうでまあなんか 死ぬのとか全く怖くなかったんですけど昔ははいもう今はもう怖いっていうかそれなら駄目だとるともっと怖いらしいですよであそうなんですね6070になってリアルに感じてくるとめっちゃ怖くなるらしいですねへえ<ー>だから今はまだ怖くない方かもねいやだからまあ不戦に病気とか自然に死ぬのは全然いいんですけどそのまあ自分で死ぬみたいなうん とかが、もう本当に怖くなっちゃってうん嫌なもんですよで絶対死んだら成仏しないだろうなとかも思うんですよ <laughs> 仏教なんだそうなんか,だかそういうのもすごい深いところまで考えちゃってなるほどいや絶対死んだら罰当たるとか思って <laughs> <laughs> そんな罰を当てられるようなことをしてきたんですか <laughs> いやいやいやじゃなくてその死ぬっていう行為自体が自分でああ それはやややっっっっっぱぱちゃいいけなななだろうっててたんですよねね年重ねてうんそれはなんかキリスト教的な世界観の気もするなそうで俺そういうのすごい信じてるんでその死後の世界とかいろいろはい幽霊だとかはいそういう見えない力とか運命だとかなんかそういうそういうのはすごい信じてるタイプなんでへえ<ー>そうだから絶対ダメだなって思って死んだ後にめちゃめちゃ苦しみそうとか思ってなるほど そうそうだからもう自分で死ぬのはやめて、うん、普通に生きようってなってでなんか、うん、まあ楽しく生きたいからやりたいことやろうみたいな感じでうん、うん、なんかチャランポランな生活してますけど <laughs> なるほど <laughs> まあ何かこういう面白そうな機会あったらどんどんやっていこうみたいなまあその方がまあ今回はいいやみたいに見送ってるよりはトータルでは、うん、いいかもねそうでなんかバンドもう俺売れたくてすごく。 へーバンドでも売れたいし、まあ、配信 YouTube とかももっと,がもっとまあやって売れようと思ってるしはいなんか今後なんかいろいろイベントやったりとかそのレーベルやったりとかレーベルあのバンドとかの事務所っつうか新人のバンドをこう育てて育成して売っていくとかへえすごい目標っすねそれはなんかそういうこともすげえやりたくてへー なんかすごい、だからそういうのを地道になんか水面下でいろいろ動きつつみたいな。へえ、すごいバイタリティが終わりなんですね。そういうんかな。なんかでもすごいやりたいっすよね、そういうことなる,なるほど、なるほど。じゃあ、だからまあ、あはい。ああ、いや、なんかそういう、だこういうちょっとした機会でもなんかいろいろ繋がったりとかしたいし。<laughs> はい。 まあそういったの映画もなんかね今後なんかにつながるかもしれないしまあそれは単純におもろかったんですけど、うんうん、なんかでも面白そうな機会はもう、ま、迷わず飛び込もうみたいなスタンスではありますねうんそれはいいですよね、うん、人生をよくすると思います、うん、僕もうんそうっすねじゃあこれまでにあげていただいた仕事を約束でやめた話もしてもらおうかな、はい 僕もそうだし。ああ<ー>。えっと。じゃあ、一つ目は、あのー、高校時代の友達の会社でしたね。そうですね。9ヶ月。これは、それは、友達に誘われて辞め、あのー、入った仕事って結構辞めにくいような気がなんとなくするんですけど、そうですね。9ヶ月で辞めちゃったのは、どういうことがあったんですかいや、なんか、まあ、それも、ルームシアと似てて、似てて、 はい、最初の3ヶ月半年ぐらいはすぐ楽しくて、はい、うわなんかたのこんなこんな仕事があったんだみたいなへえ<ー>新鮮でめっちゃ何これ面白いみたいな感じでやっててうんまあでもだんだん慣れてくるじゃないですかそういうのもまあそうですねで慣れてきたあたりでやなんかあれなんかやべえちょっとしん,どしんどいかもってなってきてへえ慣れた方がしんどいんだ 慣れた方がしんどかったっすね、全然。大抵最初がしんどくて慣れたらいけるようになったみたいな。いや、多分逆だったんすね。空き章なんですよ、多分ああ、なるほど。空き章で、なんか、そのな、なんだろうな、同じことの繰り返しが結構苦手。うーん。でもう同じことの繰り返しになってきちゃったんですよ、半年ぐらいで。まあ、そうかもしれないですねで。伸びしろもなくなってきたし、なんか、もっと難しい仕事はまだまだ全然できないし、みたいな。うーん。 でそんな状態ですげえきつくなってきてやべえとか思ってやってたらなんか、はい、でも一生続けるんだろうなみたいなせっかくやらせてもらってるしみたいな、うん、で俺もなんか結婚とかしてなんか、まあ、子供とか作ってな、まあ、そういう感じで人生いくのかみたいな時に友達の方から結構俺がきつそうだっていうのをなんか察知してくれて。うんうん でなんか友達の方からすねなんかやめるようにちょっと仕向けてくれたっていうかへえなるほどなんかすげえきつくめっちゃきつく当たってきたりしててはいでなんか「はなんだこいつ」みたいな感じになってたんですけど、うん、でなそれを何でして,かしてたかっていうとなんか「俺の口から辞めたい」って言わせたかったとか言ってきてへーそうで、まあ、結局まあじゃあ,、まあ辞めたいかなみたいなこと言ったらうん もうやめなよ、やめろよ、みたいな。うん。ってか、お前はこれじゃねえだろ、みたいな感じで言われて。うん。うん、あ、そう、そうかな、みたいな。今でもその人とは仲いい友人ではあるいや、でも、やめてから会ってないっすね。ああ、なるほどね。会ってないけど、いつか会おうかなって思ってます。なるほど。だまあまあ、俺がちゃんと成長した姿を見せれるようになったら、みたいな。なるほどね。えー、そうそうそう。で じゃあ次はイベント会社はははいはいはいを、はい、1>, 1年半ぐらいっていうのはイベント会社はそうっすねそこはす入ってめちゃめちゃ楽しくてうんうんうんなんかなんだろう毎日違う全然趣旨と違うイベントではいなんかまあ分かりな言っていいのかなまあいいかなんかロフトプラスワンっていうのがあってうんうんなんか聞いたことあるかも サブカルの結構聖地みたいな。ううん、うんでそこの元店長がいるんですけどはいその人が作ったお店だったんですよ。へえー。でもともとお台場にあった店でうんでお台場から移転して渋谷になって数年後に僕が入ったんですけどうん、うん、まあなんか東北ライブハウスとかアイドルのイベントとか声優のイベントとかお笑いのイベントとか。 もう毎日いろんな、まあ毎日文化祭みたいな感じのノリで。お<ー>まあだから音響もやるし、照明もやるし、配信もやるし、雑用もやるし、みたいな。へえ<ー>も,もうひっちゃかめっちゃかな感じだったんですけど、すっげえ楽しくて。うんうん。で、まあ、結構頑張ってやってたら、なんか、バイトだったんですけど、はい。なんか、お前ちょっと、フリーランスでやるか、みたいな。 ー何が違うんだろうまあ、お金もそうだし、立場もちょっと、みたいな。うん。ってぐらいまではいけたんすけど、はい。まあ、なんか、ちょっと体調が悪くなってきてて、その辺でうん激務によってで。なんか。激務もそうだし、まあ、ストレスとか、酒とかもそうなのかなうん。で、なんか、僕が、その、だから、めちゃめちゃ病んでる時に結構俺、 なんだろうオーバードーズみたいなことし,しててはい薬を飲みまくるみたいなはいそういうのもやっちゃってたんであんまりこう体があんまり良くないみたいなのあったんですよもともとうんうんだから引きこもってたっていうのもあるんですけどはいそ,うそれがまたなんか出てきちゃったっていうか悪化してきたみたいなうううんうん、うん酒も飲んでるしなんか飯もなんかまかまないでなん,かな,んかこうなんか炭水化物ばっか食ってるしみたいなうん でなんか1人の時もなんかもう俺ずーっとダイエットコーラしか飲んでないしみたいなへ<ー> <laughs> なんかまあめちゃくちゃでで激もだし、はい、でなんだろうなその仕事は楽しいんですけどうん、うん、まあ言っちゃえば裏方なんでまあそうですよね絶対自分は主役になれないしまあうんでなんかそういうモヤモヤも多少はあってへえ うーんなんか楽しいんだけど、なんだろうな。うーん、俺は人の人生をサポートするだけか、みたいな。<laughs> <laughs> なるほど。俺はずっとこのサポートを続けるのか、みたいなのもあったと思うんですよ、多分。うん。で、なんかそれトータルでなんか体調に出てきちゃってて。うんうんうん。で、なんかもう結構働くのもしんどくなってきちゃって。はい。そう、それで。 いや、しんどいな、しんどいなと思いつつ頑張ってたんですけど、もう結構きつくなっちゃって、もうやめん、え、これ無理じゃんってなってきて。うんうん。で、やめたっすね。なるほどね。やめて、そっから引きこもりで、その、また配信生活になるんですけど、うんうん。もうそっからもどんどん体調はな、なんかず、ずっと悪くて。へえ、今も。それ、いや、 で、ずっと悪くて、配信すらもできなくなっちゃったんですよね、最終的に。はい。で、ああ、ダメだ、俺もう死ぬんや、みたいな感じになってて。はい。で、それで病院とか行きまくったんですけど、何の異常もねって言われちゃって、え、マジどうしよう、どうしようとかなって <laughs>、もう積んでんじゃん、みたいな。うん。で、それが去年末ぐらいまであった。 たんすけどなんかその辺でなんかだんだんイライラしてきてはいなんか「えな何この体」みたいな <laughs>、うん、なんで何の異常もねえのにこんなしんどいんだよみたいな感じになってはいそれでなんかもうもしじゃあもう直そうと思ってはい自分で直すしかないみたいな、うん、ほんでもう食生活からもう何から何まで全て変えてはい あのまあ、だから健康な飯を食うようにみたいな感じにしてだからダイエットコーラとかで水分とか全部ダイエットコーラだったけど普通に水とかお茶にして、はい、で運動もするようにして、はい、日光も浴びるようにしてみたいなとか何か何ヶ月かやってたらだんだんなんか。 良くななっっててきたっていうかおー効果あるんだなやっぱりそういう体というか普通に栄養というかそうでそういう本とかもめっちゃ読んだりとか何か何が健康に良くて何がダメでとかすごい勉強とかしてうんうんでやっぱ運動とか日光浴びるのっていうのはめちゃめちゃ大事だみたいなそうでしょうねきっとそうそうとかいろいろちゃんと湯船に使ってとかなんかストレッチして筋トレしてみたいなとかちょっとずつやりだしたらなんか回復してきて。 でそこから配信まあ半年ぐらいやめてたんですけどまたやるようになって、はい、でなんか音楽もやりたいっていう欲が出てきたからギターとかずっと弾いてていいことだでバン,ドバンドやるっていう決心をしてそこで、はい、で人生,人生であとやり残したことなんだろうとか考えた時に俺バンドをちゃんとやれてなかったなみたいな。うーん その25で辞めた時もすげえ志半ばで辞めた感じだったんでなるほどそうそれでよしバンドをやるか自分の歌でみたいなうんうんうん,んででそれで配信とかやってたらルームシェアの話につながって今に至るとそうルームシェアしながらバンドやりながらでスタジオも僕今働いてるとこはもともと10年前ぐらいにバックれてたんですよ <laughs> よく雇われましたねバックレたあとそうバックレその精神的に病んじゃった時にバックレたんすけど10年ぶりに遊びに行ったりとかいろいろしてたらなんかまた働くみたいな感じになってへえ<ー>でやらせてもらっててそうそこのそこの店長が一応ドラムでメンバーとしてやってくれてて今へえそうなんだそういうバンドなんだそう,いいそうだです うん,うん、なんかだからすごいありがたいっていうかバンドもちょっとずつちょっとずつ動き出してて 1>, うん、うん、1回だけライ3人でライブしてこれからまた5人でやるれるように動いてて、はいまあ、レコーディングとかも今年中にしたいなみたいな,みたいな話でへえなるほどね,い,い,ねいろいろやったりオで あちょっと日数が働けないんで、なんか飲み会に行きまくったりとかしてて。フ <laughs> で、でよく生活が成り立ってますね。僕が言うのもなさそう。いや、もうだから、うん、ギリギリっすね、マジで。じゃあ、ルームシェアのおかげでもあるのかな、それは。いや、ルームシェアじゃなきゃったら絶対無理っすね。飯込み3万5千円は他にないだろうからな。そうそうそう、だから、まあぎ、ギクシャクしてるとはいえ、めっちゃ感謝はしてて。なるほど。 でその町田町田らへんなんですけど今うん何ですか住んでるのが町田らへんなんですよ町田ねはいはいはい町田でなんか町田でなんか知り合いとかも結構できてきててうんうんなんかそうっすねもともと仲良かったやつが町田のスタジオで働いてたりとかして東京の南西の方かな町田ってえっとどっちだなんか左左下らへんかな左側の、うん、左の方っすね 神奈川寄りの。ですね神奈川りのでなんかまあこれちょっと話すとちょい,ちょい長くなりそうなんですごいかこ、まあの大雑把に話すとはいなんだろうなんかもっともと僕1回だけそのギターボーカルでバンドやった時があってはいそれが25ぐらいで3人でうん、えー、1回だけライブしたんですけどなんかもうそれで僕がちょっとダメになっちゃって。 へえ、あんま受けなかったってことですか受けなかったっつうか、なんか自信がなくなったっつうか。はあ。いや、俺ちょっとギターボーカル無理だわってなって。はいはいや。やっぱドラムとかじゃなきゃ俺無理なんだなーみたいな感じになったのが10年前ぐらいにあって。<laughs> はい。で、まあでもずっとそんな気持ちだったんですよ。俺はギターボーカルとか顔,顔になるのは無理だなみたいな。うん。で、その時にドラムやってたやつが。はい。 町田のスタジオで働いいてたんですよはい、でそいつしん死んじゃったんですよねお結構若くしてそう,そ,うそいつはマジで27で死ぬみたいなことを本当にやっちゃったんですよへえパンクだなそうそう,そう,そう。本当にパンクなやつででそんとでそこのスタジオの人たちとかと今仲良くなっててはいであいつ生きてる時どうだったみたいな話とかすごいしててうんうん なんか町田はそいつのなんかもうホームみたいなところで、うんうん、お墓とかも近くて、はい、なんかチャリンコで俺結構月1ぐらいで行ったりしてて。えぇ、ありがたいそうでそ。そいつが死んじゃったって言ったのが結構俺の中でめっちゃでかくて、まあ仲良かったし、ちょなんか俺がやってたバンドとかもすげえ好きでいてくれてて、弟的な感じで、 そ,うそいつの同級生と俺付き合ってて、はい、そ,うそこでもひいろいろ一悶着二悶着めっちゃあって、はい、でなんかまあなんかすごい、まあ、絆っていうかなんか何だろう関わりみたいなのがすごいあって彼女含めて関わりがすごいあったやつが死んじまったっていうのが23年2年前ぐらいにあってそれがめちゃめちゃショックでなんかそれも俺がバンドをやるっていうのもなんか。 原動力じゃなないけどどるほどなんかそいつとずっとやってればよかったみたいなのがあってうう人間関係も今の活力になっていると、うん、そうだからバンなんか売れたいなんか売れたらなんかなんだろうなそ,そいつとずっとバンドやっててもし売れてたかもしんないじゃないですかまあかもしんないですねで売れてたとしたらそいつは多分生きてるんですよまあ売れたらねさすがに死なんでしょうね だから売れたいんですよね、なんか。なるほど売れ。で、今から俺やって、売れたらなんか、ほら、売れてたじゃんみたいな、なんか、自分的にうん。俺とやってたら売れてたのに、お前バカ、バカだな、マジで、みたいな感じになりたいみたいな。なるほどね、それで売れたいんだ。そう、それがちょっとでかくて、へえー。みたいなのもある。そうっすね、なんか、そうっすね、そんなのはあります。 なるほどね、うん、ぜひ売れてほしいものです、はい、うーんまあバンドだけっていうかなんかいろいろねいろんなことやってなんかちょっとずつ知名度上げてきたらな、まあ、みたいな配信者でめちゃくちゃ有名になったらバンドもやってまーすってお客さん流せるかもしてそう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 ,そうまあだからシマエさんパターンとかでもいいと思うしうんやり方いくらでもあると思ってて何がしかではねられたら、うん もう何がしかで跳ねたいなっていうのはもう人生の目標っすね。その亡くなられた人も喜ぶかも。そう、なんか、だから俺は、だから死後の世界とかそういうの信じちゃうタイプなんで、なんか、ずなんかそういう感じっすね。うーん、なるほど。はい。そうそうそう。いや <laughs> <え>いやいやいや、すいません。なんか、ちょっとしんみりしちゃってすいません。いや、別に僕、今ちょっとお水飲んでて <laughs>。 あーあーすいません <laughs> じゃあ話題デッキの方紐解いてもらおうかな話題デッキがマジで20個以上書いてあったんですけど <laughs> <laughs> まあうまいこと選抜していただいて、はい、いいのお願いしますレヴィンさんについて結構話したいかなへえー、じゃあレヴィンさんについての話題があるならいやわか聞,き聞いてみたいって感じですかねえ聞く 僕,まあ、僕が知ってる、僕が感じてるレヴィン・さん像なら。うんうんうん。な、も,もともとどういうつながりなんですかえーっと、それはですね。はい。別のラジオで聞けっていう。<laughs> いや、これ、あの、何回か前にもう同じ話したなと思って <laughs>。あ、じゃあ超簡単でいいっすよ。あー、僕は、えーっと、レヴィンさんが配信じゃなくて、動画投稿してたんですよ。昔、ニコニコ動画で。ゲーム実況の。 その時のファンで,で、結構すぐやめちゃったんですよね、うん、その、はい、配信じゃないわ、動画投稿。で、あ、やめちゃったんだ、と思って、そっから全然追ってなくて。で、ある時、なんかあの、村上雄一さんっていう批評家の方と、ご友人だから、二、うんはい、人でラジオをやるっていう、お化けゴーうん,うん、うん、っていうラジオを僕は好きで聞いてて、 ビン、はい、さん他の活動もやってんやなぁと思ってでそこで、えー、あのオフ会がありまして公開収録ので、はい、それにいの一番で参加し、うん、まあちょっと言葉を交わしたりしはいでまあそれはそれでもう終わりなんですけどでまた数年後それはいつぐらいの話なんですかえー、10年ぐらい前かな そのまた数年後にあのレヴィンさんが配信してんやと思ってううんうん、うん、であの FC 当時は FC2 かなはい FC2 で配信してるのを見るようになってでそっから、はいえー、チェッカー界隈の配信をそのレヴィンさんから S4 を知ってチェッカー界隈の配信もちょっと見るようになってで ラジオに誘われて今に至るっていう感じかなあじゃあその S4 の子 S4 のファンでもあるんですか、まああ見てますよ動画最近はあんまりないですけどあんまりな、ね、い投稿があんまりないんですけど昔からが結構知ってる感じではあるんですね昔からっていうこともないけどでもそのクラゲさんとかがいて、うん、ポケモン4人旅とかしてうん、うん、みたいな頃まあその頃っていってもそれも数年あるんだろうけど もう見てましたあじゃあその前の菅さんあたりのなんかチェッカーの配信とかも見てたんですか菅さんの頃のはあの後になってアーカイブを見るみたいなだからその時はリアルタイムではありませんでしたね<笑><笑>、えー、なえかニコニコに投稿してたじゃないですか毎日投稿とか言って S4 とかそれを見てた感じです、はい、あなるほどねなんかちょっと関係ないですけどレヴィンさんがはい レミさんとその、ソイソさん、シマヤカさんが出会ったのって、その、あの、あれなんですよ、お台場の僕が働いてた、まあ、名前言うとカルチャーカルチャーって言うんですけど、はい。カルカルっていうとこでなんかイベントがあったらしくて、2010年ぐらいかな。はいはいはい。で、そこで出会ったらしいんですよね、なんか。へー、そうなんですか。ソイソさん、シマヤカさん、レミさん <laughs> がそのカルカルのお台場で出会ったらしくて。はい。 なんかそれを知って、俺すごい、その時渋谷のカルカルで働いてて。はい。え、マジでみたいな。すげえみたいな。<laughs> うーん。なんかこれは、なんか、これは何かの縁じゃないかとか思って、勝手に思ってたんですけど。まあ確かに勝手だな。そう、勝手に思ったら、後々助監督になったから、まあ縁があったんだな、みたいな。うーん。<laughs> <laughs> なるほど。<laughs> そうそうそう。で、だから、うん うん、レビンさんはでも、だから、結構、ソイスさん、シモヤカさん的にもちょっと、なんつうのレジェンドじゃないけど、そんなノリではあるのかなって。まあ、頭が上がらないような感じなんでしょうね。やっぱ、ユーストリームチェッカーっていうのを作った人だから。まあ、あ<ー>単純に年齢も上ですしね。まあ、そうっすよね。へー、レビンさん。 そういうてかじゃあめちゃくちゃ昔ってことっすよねその学校は高校時代ってまあ僕が中高生の頃だから昔といえば昔ですよねそんな感じなんですね20年弱ぐらいそれはちょっと言い過ぎかえ、まあ、じゃあえびさん的にも頭上がんないみたいな存在なんですかまあでもなんか直接お世話になったわけではないんで頭が上がらないとまでは思ってませんがあまあ先輩というか 例えるなら大学の先輩みたいな。感じかなというふうには感じてます、うん。で、オンラインゲームとかもすげえ長時間一緒にやったりとかしてるんですよねまあ、そんなに、うん、まあ、やることもあるかな。ええ、そ、それは嬉しいって感じなんですかまあ、楽しいです。まあ、楽しいなんていうのなんか楽しくなさそうだけど、嬉しいというよりかは、まあ、友人付き合いというか、<laughs> そういうい感じでですかねそ,うそ,うでそのなんかこのスピンオフに抜擢されてこれはどうなんですかこの感じは。この感じはまあ抜擢っていうか <laughs> あのー、その発端にあった回を是非聞いていただければと思うんですけど。 あの、やるぞ、やるぞ、みたいなやつですそうそうそう、あの回で、あの、なんかお便りで、あの、新しいゲストに来てほしいけど、レヴィンさんだけだったら、その、腰が上がらんから、まず、エビライラックが、こう、やってみて、それで良さそうな人とラジオするのは、みたいな内容のお便りが来まして、で、レヴィンさんがそれに結構乗り気で、ええやん、ええやん、みたいな感じで、やりなよ、やりなよっていうか、やってよっていうんで、まあ、じゃあ、 やりますかみたいな感じであのー、やっぱ僕もその<ー>初対面の人とめっちゃ話せるっていうわけじゃないのでレミンさんは慣れたから長時間話せるようになったみたいなところがあってマジの初対面の人と無限に話せますみたいなことじゃないんで、はい、ど,うなどうなるんかなーと僕も思いながら始めたんですよね。なるほどね、まあ、不安な方が大きいですね。 えで実際やってみたらどうでしょううーんどうんどでしょうまあそれはその見ていた見てい,ただいてる聞いていただいてる人の心の中にというか僕はまあやってったらなれるなっていうか知らない人と話すのも慣れるなでも、まあ、やっぱその難しい面はあって相手がどんな人なんだろうとか話が上手な人そうでもない人、うん、聞き出す。 能力が使われるような人、うん、使われるような人っていうのはあれだなはいはいはい聞かなくても教えてくれる人と聞かないと教えてくれない人もいるだろうしうんうんうんっていういろんな勉強というか修行というかへえ<ー>だなと思ってやってる分もありますねありがたいことにいろんな人が応募していただいてああま,まだまだいる感じなんですかそうですねまだ半分もいけないですよ えそんないるんすね <laughs> はいすごいな人間としべ今28人ぐらいいてえっ、ー、孤さんで10人目ですね <laughs> すごいでち,ちょっとずつ増えてってるのでまあ僕がというよりはレヴィンさんがということなんでしょうけど すごいい人近くいるんだだそれだけでそうでですねでまあちょびちょび増えたりしてるんでもうちょっと増えるかもわかんないし特に締め切りとかを設けてないんで別にいつでも来ていただいたらいいんですけどまあでも週3ぐらいでやろうかなと思ってるのでまあ今応募してくれて,た人,応募してくれた人は結構待っちゃうかもしんないですね1ヶ月後2ヶ月後とかなる恐れもある。あ 終わり、はい、終わりっていうか、じゃあもうここでとかは、今は決めてないですね。すげえ、みんな話したいことあるんですね。まあ、そのようですね。やっぱ、レビンさんが人気なんじゃないですかレビンさんと話したいっていう人が多いんじゃないかな。あじゃあそのこの次を見てるってことですね。エビさんと話した後にレビンさんがあるっていうのでみてる。そう、オーディション的なじゃないかと僕は睨んでますけど。<laughs> 俺それ全然知らなかったそうだったんだまあそういうコンセプトのラジオなんですよこれ実はすいませんコンセプトすら知らなかったですいや別に日本語喋れたらそれで、うん、へえんかやっぱいろいろありますよね人によってや,やりやすさとかなんか難しさとかうんそうですねやっぱり波長が合う人は合うしまあ合わない合わない人っていうとなんかちょっと悪く聞こえるけど 自分と違うタイプの人だなと思う人はちょっと聞くん、はいはい、なんだろうな質問とかをどうやろうかなって考えたりしながら喋ったりしてますねーでもでも最低2時間半とかしゃべってますよね今んところねまあそうですねこれが長いか短いかはちょっとわからないですけど <laughs> いやもし 結構辛い人がいたとしたら2時間半はめっちゃ頑張ってると思いますよ。うん、まあ、そこまで辛いっていうことは今まではなかったですね。な、はい、皆さんいい人だし。はいはいはい。まあいい人っていうのは全員共通してて、その中でこうはい、はい、なんかやりやすい、やりにくいみたいなのは、やっぱ相性みたいなのがどうしてもあると思うんで。はい,はいうん、はいはいはい。それはありましたけど、皆さんいい人で面白い話をたくさん聞けて、 そのぐらいの時間、えー、まあ別になんか狙ってその時間にしようっていうわけじゃないんですけどまあやっぱその単に長時間話してると疲れちゃうっていうのもあるしまああとこれ結構週3でやることを考えると僕はあの<え> <laughs> 一つが2.5時間でもじゃあ7.5時間やってますってことになるんで1週間だと <laughs>。 んか話すことが僕の中身がスカスカにならないかなというのは若干不安ではあるんですけどあ、じゃああんまりエビさんに聞くってよりはガンガンしゃべってくれた方がありがたいって感じですねいやまあ別にどっちでもいいですよそんなん気,にし気にしないでもうそれは僕の方が調達するべきことなんでなるほどね日本語だったら何でもいいですよさすがになんか日本語なだけで意味が通ってないとかは僕すごい嫌いなんで嫌ですけど、うん、まあ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  そのいやでもすごい大役じゃないですか,かこれは大役どういう大役なんですかいやなんか大変だし割と責任はいはい責任重大っていうか,なんかい特になんだろうな気負わずやってるというかこれで別になんか報酬がとかもあるわけじゃないんで <laughs> 気楽にやらせてもらってます、まあ、暇だしいっかなみたいなですかまあまあそんな感じ緩い感じでえー、やれる時やったらいいかみたいな。 いやでもなんかレヴィンさん、このラジオとかやりだしてからすごいなんかいいと思います。なんか上からですみませんけど。<laughs> なんかすごいですかあの,あのコンテンツめっちゃいいと思います。ああ、2、えー、ショットラジオというコンテンツ。そう、2ショットがまずいいし、でさらにスピンオフとかやって、なんか面白い人とか出てくるならもっといいと思うし、そうですね、ぜひ新レギュラーが増えてほしいなと僕も思ってますけど、まあ、それはまあレヴィンさん次第なんでね。うんうん レミンさんの方も相性がありレミン,、はい、ンさんいきなりだと確かに応募する方もむずいし,しそのどんな人っていうの分かんないとやっぱ行きにくいじゃないですかそうす、ね、僕はまあ暇なんでまあ別にいいけどレミンさんはまあお仕事されてるわけだし、うん、もしその話してみて全然跳ねなかったらみたいなこともね、はい、コンテンツの提供者としては考えるだろうし まあそれはいろんな要素があって忙しくなるとかいろいろあると思いますけど <laughs> まあまあまあそうですねいや俺あれそうラジオがすごい好きなんですよほうあのー、まあ好きなの一個しかないんですけどあの松本人志の放送室っていうのがあなるほどめちゃくちゃ好きでへえ それあの全400回ぐらいあるんですけど<ー> 1>, で1時間番組なんですけどそれをもう2 3 0回ずつぐらい聴いててーだそのニート時代とかにめっちゃずっと聴いてたりしてななるほどなるほほどどお笑いとかも普通に好きなんですけど、まあ、とりあえず松本人志が好きでさらにラそのラジオが一番好きみたいな感じでそうだからラジオっていうコンテンツ自体好きだからすごい、まあ、レミさんがやってる活動はすごいありがたくてうんうん でやっぱ、俺もこう、出たがりなとこあるんで、やっぱ出たいなってなるんですよね。なるほど。出て喋ってみたいみたいな。ぜひ、これをレヴィンさんが見て、お声が聞か,かるといいですね。あ、まあ、多分レヴィンさんもお笑い結構好きだとは思うんで。うん、そんな感じするかも。あ、エビさんは逆にラジオとかは全然ですかうーん、このラジオとお化けゴースト以外は聞かないですね、別に。 お化けゴーストっていうのは昔レヴィン,ンさんと村上裕一さんがやってたラジオあそれ以外全くっすかまあ全くっていうとあれだけどまあなんかの折に聞くぐらいでそ定期的に聞いたりがっつり聞いたりっていうのはないですねん,あなんかこう芸人さんがラジオやってるパターンって多いじゃないですかはいはいはいなんかちょっと雰囲気が合わないな、うん、みたいな <laughs> ああちょっとチャラいなみたいな うん、チャラいチャラいっていうかなんかちょっとこうかっちりしてる逆にそのかっちりしてるっていうのは<ー>その人に聞かせるようにしてる雰囲気だなっていう,う,んうん、うん、はいはいはいこうだからこっちもちょっと身構えて聞かなきゃみたいなまあ確かに分かりますねそういうのがあるんでやっぱ気楽に聞けるのがいいなと思うんで僕は。 じゃあやっぱそういう素人さんの配信的なノリの方が好きってことですね。そうですね。やっぱ作業用、まあ別に僕は作業とか特にしないですけど、<laughs> 気楽に聴けるもの運転中とかね。えー、あ、運転とかするんですかしますよ、もうその田舎なんで。<laughs> お<ー>そういう的に聞いたりしてます、えー、僕は。えー、じゃあ、エビさんがめちゃめちゃこれ好きとか、なんかこのコンテンツめっちゃみたいなのっていうのはそんなにないんですか うんまあ、そう言われると困るんですよね。めちゃめちゃ推しのコンテンツって。うん、うーん。もちろん、レビンさんが一番って感じなんですか、じゃ、うん、それもなんか語弊があるんだよな。<laughs> レビンさんもその、レィンさんの配信もその被り付きで見るっていうよりは、その、うん、作業用 BGM 的な配信に,に見る配信が多いし。ああ、でも実際作業はしてないですか 作業してないです別に、だから他にゲームしたりとか <laughs> そのまあ作業ではないじゃないですかそれって <laughs> ああまあでもゲームとかはそうながらで見るっていうことですよねへえー、なんでその熱量があるかって言われるとすごく難しい話になってきて何だろうな普通の人がその自分の推しですって言ってるようなコンテンツとはちょっと毛色がまた変わってくるかもなうん、うん あ逆にでも今のポジションは結構じゃあいい,いいっていうかなんか割とマッチしてますね。うん、まあ今は本当に気楽に応募してくれる人とラジオをやってるんでうん、うん。楽しいですか楽しい半分、大変半分って感じですね。なるほどね。やっぱその <laughs> 準備しなきゃとか、この時間にはパソコンの前にいなきゃみたいなのを。ね、結構週3でやると うん、仕事身が増してきて <laughs> まあまあまあそうっすよねでまあそれもあるしあのそれだけだったら全然いいんですけど他にもなんか趣味の約束の時間とかがあるとなんか結構時間に縛られちゃうなみたいな,、まあ、そんな趣味の約束の時間って言うのはゲームとかですかまあそうですね主にへえ<ー>なんでなんだろう無職ってそういう時間に縛られない気楽さが僕は好きなんですけど、うん、はい なんか結構最近縛られてんなみたいな思うことはありますねいやでもありがたいことなんですけどね <laughs> うわーそうっすねなんかあの映画の撮影とかでも思うんすけど、はい、やっぱや,やりがいとかあるじゃないですかはいだからやりがい作手とかいう言葉もあるじゃないですかまあやりがいだけ与えてお金を払わないみたいなことです、ね、そうそうそうでも僕はその映画撮影に関しては全然それでいいんですようんまあそれでいいという人はいいでしょうね、うん めめちゃめちゃゃ面白かったしすげえいい経験だったしみたいなうんうんでも他の人ってか僕以上にめっちゃなんかいろいろなんか事前にや,らすや,やってもらった人とかもいるんではいえこういう人たちにはさすがにやりがい作取えとか思ったりもするしまあわかんないですよでも裏ではお金払ってるかもしれない、うん、そんな口では面白おかしく言いつつ<ー>ギャラは出してるかもしれないしああなのかな まあそうすまあ、だからか無、無理やりやってるわけじゃないっていうか、応募してくれた人に声かけてるだけだと思うし、うんうん、そうそう、だからなんか、い、ま、ろ、あ、んな面でバ、バンドとかもいろいろそうだし、なんか、自分がやりたいことやれる上で、金がこれ、儲かるのか、儲かんないのかとか、なんか、ただだけど、楽しいしみたいなのが、すごい、いろんな局面であって、でも、でも、金は絶対必要だし、稼がなきゃいけないもんだと思うし、みたいな。まあそれはね うん、僕はまあこの活動でなんかお金が入るとかはないですけど、うん、まあ逆にお金が入ら,なか入らないからこそ趣味として楽しめるっていう側面はあると思っててお金が入るともう金金になってもう金のためだからみたいな方向に行っちゃうけどそれがないからこそ自由にできていいみたいなもあると思うので。 僕はそういう。だから僕、昔のニコ動とか好き好きなんですよ。え、ね、まあ。昔のニコ動とかすごい好きで。良、ね、かったですけどね。昔の、昔のゲーム実況とかめ,、はい、めっちゃ見ちゃうんですよね、なんか。ああ、当時僕は、ね。なんか楽しそうにやってんな、みたいな感じで。うんうん。そう、なんか昔の、だからなんだろう、PP さんとかうん。ツワハッサン いましたね、あれわかんないですかいやわかりますよちょっと電波が乱れてます <laughs> そ今そうそうその辺あすいませんい,いえそうだから昔のゆちょっと有名な実況者とかを見てなんかうわなんかいいなこの感じみたいなうんまあ今ってなんかどうしても金の匂いがしちゃうからまあでもそれは必要っていうかやっぱりいいコンテンツはお金がないと生まれないし対価も発生するべきではと思いますよ だから、しょうがない。<え>それはそれでしょうがない。YouTuber で好きな人とかいますいっぱいいますよ、もちろん。数限りなくいますよ。<S <S え、どんな感じですかえ、どんな見るっすかじゃあ、一つあげましょうか。あんまり何個もあげてまれなんてね。はい、で、今までに何回か言ってきてるんで、うん、その中に入ってない人を言います。<laughs> すまはい。はい。えー、じゃあ、 タンパクトリオっていうユーチューバーのグループがいまして3人グループなんでトリオっていう3人グループなんですけどタンパクトリオのタンパクはタンパク質のタンパクでまあつまり筋トレ YouTuber なんですよねで真面目な筋トレの動画っていうよりはちょっとギャグテイストなその小芝居みたいなのをショートで投稿してたり するのが結構主な活動のユーチューバーですね。タンパクトリオ。人気者なんすかまあ結構登録者もいるんで人気者なんじゃないですかどこぐらいを人気者とするかはわからないですけど。何万人何万人,何万人いるんですかちょっと今チャンネルを開くんで待ってください。あ、すいません。<laughs> もう開いてるのかと思った。い,いえ。 あの、チャンネル登録いっぱいいるんで、探すの大変なんですよね。ああ、じゃあ、えー、そうっすねだ。僕が逆に全然好きな YouTuber とかいなくて。あ、そうなんですかだから本当に S4U と、外読、はい、チャンネルっていうインタビュー番組があるんですけど、知らないっすかいや、聞いたことないです。何ですか、外読って。 街を録音するみたいな、ね、あなんか見たことあるかもななんかずっとイン,インタビューするだけなんですけどはいそうそれでミュージシャンだったり芸人だったりんだろうちょっとアウトローの人だったりとかインフルエンサーとかええー、チャンネル登録者8万人でした あ8万人かへえやっぱ S4U って少ないっすよねそう考えるとどうなんでしょうね別にでも数万あったら全然多いっていうかすごいなと僕は思いますけどなんか活動とかちょっと頑張ったりいろいろしてたりたまにバズったりしてる割にまだ 2. 点何万かみたいな <laughs> まあ結構その人を選ぶ内容っていうのもあるんじゃないですか その万人受けするか、ね、万人受けは絶対しないと思うけどまあなんかでもコアなファンが多いから全然成り立ってると思うんですけどだと思いますよそのそ<う><ゆ>普通に普通の YouTuber の数万人10万人とかよりもさらにコミットしてるファンが多いんじゃないかなとは僕も思いますね、うん、だからその有料会員とか多分め結構多いと思うし イベントに来る人とかも割,割と多いと思うし、うん、なんか割とほんと特殊なんですよねあの人たちって何ですかねいやだと思うんすよまあ打ち上げとかでもそういう話結構してたんですけどなるほど <laughs> そうだからだ,だから逆にその類似な人がいないから好きな人が全然僕はいなくてうんなんかザ・ユーチューバーみたいなノリが本当に結構無理で まあ、あんまり、なんだろう、似た感じで探さなくても、いろんなジャンルあるわけで、料理チャンネルを見てみたり、りチャンネルを見てみたり、そういうのもいいんじゃないですかいや、フィットする人がいないんですよね、全然マジで。なるほど。まあ、いないなら、無理に探すこともないしね。<laughs> そうそう、無理に探してもないんですけど、なんかいなくて、だから、外国チャンネルと、え、そういう、かな、好きな YouTuber は、みたいな。なるほど。 そうそうだからエビさんみたいにそんなに数限りなくいますよみたいなのがちょっと羨ましい句もあるっていうかまあその本棚みたいなもんで本棚に本はいっぱい入ってた方が楽しいじゃないですか、うん、そんな感じでだから毎日そのチャンネルを監視して監視してるっていうか追ってるっていうわけではないですけど、うん、まあ、はい、楽しく見てます YouTube まあ全サイトの中で YouTube を見てる時間が一番長いと思うから 僕はねはあなるほどへえなんで自然とチャンネル登録数も増えていく登録チャンネル数かなうんうんうんえじゃあそのなんかそういう生活なニートニート論みたいな話どうですかえ特にないですけどい<や>なんかだ結主義主張があってやってるわけじゃないんで <laughs> ニートするのも結構才能とかい,るいりそうだなと思ったりしてまあそれ言う人結構いますけど別にないっていうか、はいはい、うーんまあ飽きる飽きるってことはまあないその何でもできるわけだから、はい、飽きることはないがうんいやでも別に特にないかなそんなになんだろう 僕もだらーっとやってますけど、うん、いや、無職じゃないといけないみたいな、はい、そういうことがあるわけでもないというか。はあ、うん。だから別にめんどくさいからやってないみたいな感じなんで。うんうんうん。うん。あんまりそういう、なんだろう、<laughs> 熱い気持ちないですね。別に病んだりもしない。別に病んだりもないです、特に。でもめちゃめちゃ楽しい感じでもない。 めめちゃめちゃゃ楽しいってわけでもない。うん、楽しいっていうよりは楽が勝つかな。楽。まあ、それは当然楽なんですけど、仕事ないから。はいはいはい。だから、楽しいかどうかで言うと、別に普通。じゃあその焦り、焦りとか、その、いや、将来とか、なんかそういう感じはどうですか別になんか、その、すごい、遠大な目標があるわけじゃないんで、はい、もし目標があったら、それに、 間に合わせるには、このぐらいの年齢で、こんぐらいやっとかなきゃみたいなのあると思うんですけど、プランが。うん,うんうん。僕特にそういうのないんで、まあ、<laughs> なんとなくやっていけたらいいかなぐらいのもんなんで。すごいな特に焦りも、だからこそ、だからテストがないんですよ。はい。テストがない学生って、焦る必要ないじゃないですか。へぇ<ー>そのままぼーっとしてたら卒業なんで。そういうことで。ですね 全体的に結構のほほんって感じではあるんですねまあ無職みんなそうなんじゃないですか焦ってない無職はみんな<いや> <laughs> へえ<ー>まあ苦しんでる人もいるとは思いますけどうん僕はまあそういうタイプというかすごいなじゃあその家なくなっ2年後23年後はどうなってると思いますかまあどっかに住んでんじゃないですか そりゃそうだけど <laughs> そりゃそうですけどどっかに家,買って家を買ってるか借りてるかして住んでると思いますけどまあそれは買う未来もあると思いますけどえどうやって買うのえどうやって買うそれは不動産屋に行ってお金を払って買うえだってそんなそんなずっとし職の人にそんなことしてくれないじゃないですかんしてくれないっていうのはお金払ったら売ってくれますよ<え>誰だってお金はど,どうやって捻出するんですか それは僕のお金。え、お金はあるのありますけど。え、なんで遺産,遺産みたいなのあるんですかはい。あ、そうなんですかもろものお金が。あ、だからか。その余裕なんだ。まあ、それもあるでしょうね。うんうん。あ、そのタイプだったんですね。いや、普通、まあみんな金がないから、どうにかしなきゃで動くじゃないですか、いろいろ。 まあ単に僕も金なくなったら働くと思いますよ、その時は。なんか。いやでも、その余裕っぷりはなんか結構ありそうじゃないですか。うーん、どうだろう。あんまり人と比べたことはないけど。<laughs> うわ、な、そうなんだ。だからか。なんかすげえ落ち着いてんなと思ったんですよ、やけに。まあ僕もいつか焦るときが来るかもしんないですけど、まあその時焦ったらいいじゃないですか。うわ、なんかすげえな。達観してんな。どうかな。<laughs> いや、なんかちょっと腹立ってきたな <laughs> いや、嘘嘘です、嘘です,嘘です、<laughs> へー。ご随意になさっていただいたらいいんですけど。いや、なんかすげえ、そう、えー、いいないや、でも俺、その、いや、でも俺んなた目あったら俺、絶対ダメ人間になるとしか思えないから、自分が。なってますけど、僕も。いや、でもで、別になんか、良さそうじゃないですか。別になってる自分、別に嫌じゃないみたいな。 うんまあ全然嫌じゃないですけど自分は俺は絶対嫌になっちゃうっていうかなんかそんなんだろううん金あってダメになって自分がだからあの生ポとかもあるじゃないですかまあそれは行くところまで行ったらあるでしょうねだから生ポとか受けたくないですよ絶対へえ僕は別にそういう制度なんだから条件満たしてれば受けたらいいと思いますけどね いや、だそうなれないですよね。生ポを受けたら俺絶対ダメになるし、間違いなくクズにしかならねえ、絶対終わるみたいなのしか思えなくて。うん、そういう人が生活保護を受けてる人を叩いてるのかもしれないな。ああ、逆にね。まあ、嘘ついて受けるのはよくないけど、まあ、ね、俺叩きはしないですけど別にね。叩きはしないけど、なんかいけすかなさだけはありますね。<laughs> い,けすいけすかなさがあるって言ったら叩いてるのと同じでは <laughs> いや、いや全然違いますよ。タタ実際、叩くのと叩かないのは全然違いますよ。いや、どうかないや、俺は誹謗中傷とかしないですもん、絶対に。いや、俺、コジ君のこと、行き着かないわ。って言ったら、これ、誹謗中傷じゃね変わんなくないあ、今ね、今、初めてそうは言ったけど、普段だから、そういう活動は絶対しないですよ。まあ、それはまあ、表だってはね。うん。いや、表、そういうことは、本当に俺、絶対しないようにしてて。はい。 誹謗中傷とかしだしたら終わると思ってるんでマジでうん人間性がよくないですね誹謗中傷は絶対そういうことやってるやつで性格歪んでくるしど,どんどん悪くなるし悪くなるのか最初から悪いのかいや悪くなってくような気がしますね俺はうーんそうかもしれないですねだからそういうことは絶対にやらないでもう誓ってるっていうか決めてるんですよ <laughs> なるほどえでもなんか序盤にそいつさんの悪口言ってたような いや、それはひぼ、僕の中で誹謗中傷じゃなくて、ただのじじ、はい、事実を話してるだけなんで。なるほど。そう、誹謗中傷、だからそのなんか、本当にクソリップみたいなのあるじゃないですか。うん。はい。で、コメント、まあコメントっすね。そういうなんか誹謗中傷コメントみたいなのは絶対にしないと思ってて。それがいいと思います。そうそうそう。だから、なんだろうな。まあだから、生ポは別に誹謗中傷はしないけど、まあなんか、 ふんみたいなのちょっとあって自分の中で <laughs> はい <laughs> でもでも自分は受けたくないし受けたら終わるなと思っててなるほどだからニートも,もうできるならなりたくないしうんなんかなんだろうな頑,頑張りたいんですよねなんかいろいろそれはもうすごく立派なことだと思いますそうそうで頑張ってない時の自分が結構俺は許せないっていうかそう、えー、いうのがあってでちょっと真面目なんですよね,ね多分 <laughs> 変に真面目みたいなそう,かそうだからそのエビさんの余裕がすげえな逆に羨ましいなって思いますねうーんまあーんこれはもう考え方の問題生き方の問題だからいや生まれ持ったものでしょうねき急いでいるタイプなんですよなんかやっぱまあずっと短くもいいんじゃないですかずっと焦燥感があるみたいなそういう充実した人生もいいと思うし 僕はなんか特に味のない人生をダラーっとやるのも嫌いじゃないしへ <laughs> えーすげえなんかすごいなーな,なんでそんな達観してんだろうまあそう見えるだけじゃないですか別に達観してるというかそんなに近いだけというかじなな今じゃあ金がパンってなくなったらどうするんですかそれは働きますよ働かないやついいのそれでいやわかんないじゃんホームレスになるかもしれないし うんまあホームレスはな、さすがに。ちょっと向いてなさそうだから。うんうん。うーん、なんか働くと思いますよ、さすがに、そうなったら。えー、あじゃあ絶対どうしても働きたくないわけではないですね。全然、なんか、おもろい仕事あったら、ぜひ声かけてください。鍵,楽鍵は楽しかったんですけど、<laughs> <俺 S 1> まあ、これも何回か言ってますけど、あの、お,<い>お客さんとの値段交渉が嫌だったっていう。あー、向こうがちょっと値切ってくるみたいな まあもともと高いんですけどね。あーこれちょっと詐欺じゃねえかみたいな感じまあ詐欺ではないんですけどそのスタートの値段はまあ会社では決まってるんですけどうん、うん、まあそれが高いんでやっぱり普通に考えて。はいはい。で当然お客さんもそういうの嫌がるからまあ必然的にお互いに嫌な思いをするという仕事ではありますね。あそれが結構苦で辞めたみたいな。 うん、そうですね。あと仲良かった先輩も辞めちゃうっていうから、じゃあ、いっか、みたいな。へぇー。ていうかんなな、なんで鍵,あ、ま、鍵屋の話はあんま広げない方がいいか。いや、別にな何をしてくれてもいいですよ。鍵屋の話は。いや、なんか大学院とか行ったってことは、いろいろ専門的なことを学んだのかなと思って、えー。僕、大学院行ったって言いましたっけど、大学、短大に行ったんですよ、大学を出た後。あ短,大短大か。 短大行ったからそういうなんかちょっと専門的なものを学んだんかなみたいなまあそれは栄養学を学びましたねあご飯ですかそうあそうなんですかそうだから僕栄養士なんですよえじゃあそっち系はやんなかったんですかはいなんでめんどくさいから <laughs> まあめんどくさいからってだけ言うとちょっと適当すぎるけどあのーうん、一旦派遣の 栄養士やろうかなと思ってやったことあるんですよ。で、栄養士ってどんな仕事をしてると思いますいや、全く分かんないです。想像できないまあまあ、想像して想像して頑張って。え、だからなんかご飯作るメニュー考えたりするんじゃないですかと思うでしょ他には。えそれ違う。いや、そのこね方違うみたいな。<laughs> その混ぜ方違うよみたいな。 えー、じゃあ正解を言うんですけど栄養士の仕事の98%は調理ですえ調理ご飯作る調理する実際するんですかしますよえそれ料理人じゃないですかただの思うでしょ栄養士もします、うん、あそうなんですねで、えー、小ジさんが思ってる栄養士っていうのは管理栄養士っていう職業があるんですよ ああまたちょっと違うんだ。そうああ、まあ、どのぐらいだろうな。栄養士がパワー3ぐらいだとしたら、管理栄養士は7ぐらいあるかな。うん、ああ、じゃあ上にボスがいたんすね。そうそう、管理栄養士は偉い。し、あの栄養相談とかその、ね、こういうものを食べたら良くなりますよとか、そういうカウンセリングみたいなのをするとか、レシ,ピレシピというかメニューを、献立を作るとか、うそういう仕事ね。 で、栄養士っていうのは、<ゃ>まあ、はい、もうソルジャーですよね。はい。なんで、ひたすら料理を作り、配膳をし、片付けをし、みたいな。え、でも栄養士の下に料理人もいるんですよね、もちろん。下っていうか、まあ、若干斜め下ぐらいかな。真下ではない。え、ってか料理そ、そこまで下ではない。栄養士になるにあたって、その料理とかやらされるんですか、実践やりますよ、もちろん。あ、そうなんです、ね、当然やりますよ。 毎週ありますよ。調理実習。ってことは、料理人にはいつでもなれるレベルなんですね。うーん、それもまたどうかなと思うけど。調理師免,免,免許はないです。あ、ないんだ。取らないんで。栄養士の免許だけです。えー、なんかでも、料理人とか向いてそうじゃないですか。わかんないけど。うーん、どうでしょうね。まあ、結局、料理の仕事とかも、立ちっぱじゃないですか。 めんどくさい立ちっぱの仕事って僕足壊れるんでちょっと避けたいんですよ <laughs> あ,ああなるほど、ね、立ちっぱの仕事は全て嫌なんですよ僕 <laughs>、ね、で鍵屋の仕事って立ってんじゃねえのって思うじゃないですかはいあの鍵屋って運転してる時間がめちゃくちゃ長いんですよ、うん、半分以上ええー、67割は運転してるんですよだから、はい、よかったなるほどね へぇ。っていう。はぁ、あ。なるほど。いや、なんか面白いな。ょりょょえ栄養士ってそういう感じなんだ。そういう感じなんですよ。だから、栄養士になるんだったら管理栄養士になった方がいい仕事というか、楽で,で。じゃそこから管理栄養士になる。管理栄養士にその昇格しようと思わなかったんですか思うでしょ はい、あのねなり方がそもそも全然違うんですよあそうなんです、ね、あの短大で2年やるわけなんですけど短大って 2>,、はい、で2年で取れるカリキュラム単位、うんうん、で栄養士になることはできないんです管理栄養士になることはできないんですよ、はい、4年の大学4年の管理栄養学科みたいな、うん、に行かないとまず受験資格がないんですよねえー なんで僕はなれないです。なれないですっていうか、ここからあの単位を足してなることはできますけど、まあ、そこまでじゃねえかな、みたいな。ええ、ね。へーへーそういう感じですね。なんで、管理用紙になるのもちょっとハードルが高い。料理の世界も結構大変っぽいからな。そう、修行とかしないとね、やっぱり料理の世界も。やパワハラとか、こう,ういうの、暴力とかも普通に割とあったり、パワハラめっちゃあったりとか。 まあ、あるでしょうね。なんか、そういうね、話も聞きますし。えー、いやなんか、えー、じゃ卒業したらすぐ弟子入りみたいな、もあるみたいだしね。うーん。いや、なんか、エビさんの将来が俺、勝手に心配になってきたんで、なんか、頑張りましょうよ。<laughs> それは余計なお世話ですね。ハハハ何人にも僕を心配してほしくないな。いや、俺は結構ね、厚かましい、なんか、最近気づいたんですよ。俺、厚かましいんだなって。 唯一、その、はい、それが余計のお世話じゃなくなる方法があるんですけど。なんすかなんかだから会社を立てて僕を雇用してくれる。うん、ああ、じゃあ、そうします。じゃあ、ぜひそれで。いつかビッグになったらじゃあ、その料理部門で。そう。なんかあの、あ<っ>社員食堂の人とか、うん、その社員寮の人とかに雇って。 いやなんか俺本当にレーベル作りたいとかさっき言ってたけどやっぱ会社みたいなの作りたくてはい、はい、なんかそういう俺がなんかど俺がどうにかしなきゃやべえみたいな人がちょいちょいいるんですよ <laughs> 友達とかで僕はカウントに、ね、入れないでくださいねいやなんかそういう人たちをなんかスタッフで雇ったりとかっていうのは本当に考えててうんいいと思いますもし最適最適なものがエビさんあこれエビさんにやってほしいかもビタみたいなのがあったらうん本当にお願いす,する未来が来るかもしれないです ビッグになった暁にはぜひこのラジオのことを思い出してください。うん、<laughs> 絶対こいつビッグになんないんだろうって思ってそう。いや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 、そんなことないですけど。<laughs> 仮になったとしても、その時思い出さないだろうなと思って。いや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 、俺はもうそういう人間関係をちゃんとしてる派なんで、全然思い出しますよ。期待しておきます、その時を。ビッグになったりしてもなんか変わりたくないじゃないですか まあ変わらざるを得ないんじゃないですかビッグになる過程で。そういう、なんだろう、情だけではいけないというか。いや、ビッグになったとしても、なんか全然、その利害関係のない友達と遊んだりとかしたい。まあ、でも、利害関係のない友達と遊ぶのはよくても、こう、自分の会社に入れるっていうのは、どうしても利害が働かざるを得ないというか。怪しいやつを入れるわけにいかないし。あまあ、まあ、その時に、エビさんが死にかけてたらだな。 まあ死にかけてる率は高いねでも遺産がなんか思った以上にありそうじゃないですかなんかさあそれはちょっとこの場では申し上げられないそれはそれは,それは配信とかでさすがに言ってないですか言ってないんじゃないかな具体的にはい別に今の口座にあるお金とかは言ってるけどあ後々振り込まれてくるであろうお金でか父親は生きてるんで 父親が亡くなったときにはもっとみたいな話ですか。まあそれいくらになるかわからないけど父親の財産を把握してないんで、まあそれは僕が心配することじゃないというか。え殺、ーね、された。エビさんと配信者なんですか。いや違いますよ。あ普段はしてないんですか。普段はっていうか配信したことないです。一回もしたことないですじ。じゃあアウトプットのその矛先ってあの。 レビンさんんんののものなあれななすすねねだけなんすねそうですね、それまではなかったってことかな。あなラジオに誘われるまではアウトプットはゼロ。始まってからはラジオって感じかな。しかも、エビさんの今のアウトプットって全部、えンさんのチャンネルですよね。まあ、そうなりますね。うん。いや、そうなんだ。珍しいな、なんか。まあ、確かになんか曲がり、曲がりしてるっていうか、まあ、でもこれスピンアフだから、<や>おまけだから。でも 結構それ、珍しいし、なんかありがたいこと、お互い <laughs> うん。僕もね、なんかこう、日頃あったことを、まあこれラジオで言えるし、うん、いっか、みたいな納得の仕方があるから、やっぱそういうワンクッションとして、その自分の話をする場があるっていうのは、いいですよね。うん、しかも、レビン、あのレビンさんですよ。<laughs> あのレビンさんね。うん、あのレビンさんです。<laughs> <laughs> でも、エビさんからしても、あのレビィさんじゃないですか、一応。まあ、そうですね。すごいでまあ、でも、そこまでレジェンド的なところを、僕はあんまり見てなかったから。<laughs> え、でも、楽譜とか、再生数、えぐいじゃないですか、結構。でい今はね、当時は別に普通だった。あ、そうなの俺が見てたのは、本当に、キッズの頃だから <laughs>。え、その時もう、数千再生とかなんですかいや、もう、さすがによく覚えてないけど、100万とかはしてない。 じゃあじ、じわりじわりでなったんですね。じゃないですか。やっぱ息が長いコンテンツだと思いますよ。あっ、じゃ別にゲーム配信者として超有名でもなかったんですか、レビンさんって。うん、ちょっと、存じ上げないというのがメインのところだけど、僕が観測してた範囲で、超人気実況者かって言われたら、そこまでではないって感じかな。これもちょっと失礼かもしれないけど、その、 まあやっぱり、ヨとか、ツワハスとかが支配的、ボリュームを占めてたし、レビングさんはその歴が短いっていう、その、すぐ動画投稿をやめちゃったと思うから。ああ、そっかそっか。あのまま続けてたら、その清とかレトルトにも負けない、うん。動画投稿者になってたとは思うけど、って感じかな。 だって学校と FF ともう,いもう一個ぐらいですもんね、多分ね。うーん、アスカとかかな。まあ僕、学校以外は見てないんですけど。学校,あ学校はたつきこもりだけしか見てないんですけど。あ、それだけのファンなんですね。あの、ホラーゲームファンなんで。あ、そうなんですね。はい。へえ<ー>。ー。やっぱその新しいの見たら、昔の見た時に何か違うなってなることありませんうんうんうん。 なんかコンテンツに入るときって基本的に最新の見るじゃないですか例えばガンダムだったら今水星の魔女とかね、うん、見るじゃないですか、はい、であれ見た後に、はい、じゃあファーストガンダム見ますかってことなんですよえ見ませんいやいやもう絵が汚すぎでしょファーストですよファーストあ,あそうな、ね、のさすがに現代っ子あれ見れないですよ<ー>ほとんどはえでもレビンさんの場合はその一番最初のやつを見たから最新のもどん全部見れるってこと思う 違違う違う。最新の見たからそのその後をずっと見たけど遡ってまでは限界があるなってことが言いたい <laughs> でもでもレビンさん学校と FF くるしかないじゃないですかうんないけどでも FF にはもかれらなかったってか FF 僕興味なかったんで興味なかったんて <laughs> 今でもないですけど別に <laughs> えだってレビンさんと一緒にやってるゲーム FF <laughs> じゃないですかあれは FF14 っていう独立したタイトルなんですよ <laughs> そうだけどだから FF なんか3とか <laughs> 1>, 1とか123のどれかをやってたんですよね多分ジャミンさんは3かな333全然興味ないですよ FF3 にええー、そうなんだ FF3 ってなん,かなんかパッとしたあのストーリーないんじゃないですか多分うーん有名キャラとかいます、まあ、?3 にいや FF3 はあのあれなんですよ全部モブキャラみたいな感じなんででしょでしょでしょ、うん、なんかセシルとかいないでしょ いいいないないないだからそういうのにあんま興味なくってゲームにへえんかエビさんがまだ全然つかめないんだよな <laughs> まあさすがに1回のお話で人間をつかむなんて難しいですよ <laughs> そうまあその辺がおこがましいんだよなやっぱ俺もなまああの、うん、いろんな面があると思いますから僕にもその一面を今日は見ていただいてえ じゃあエビさんとの第二弾って考えたけどまだこの後に二十五人ぐらいいる、ね。さすがに気が早いっすね。<laughs> まあ二十五人もはいないですけど。二十人ぐらいか。なんでまあ二回目っていうのはちょっと気が早いかな。じゃあ二回目の前にレビンさんがを一回挟んで。じゃ <laughs> それはレビンさんの問題なんで <laughs>。<laughs> 挟めるかどうかはレビンさん次第。 この会議を聞いたレビンさんの心次第なんで。えじゃあ、エビさん的に今んとこどうすかいけそうえ、コウジさんがはい。<laughs> <laughs> うーん。長い沈黙が。ちょっ。うーん。もっと厳しいいや、ちょっと厳しいは言いすぎました。うん、いや無理だと思います。 無理だと思います。<laughs> す <laughs> ちょっと、ストレートで言いすぎちゃったかな。え、なんで、なんで、なんで、無理なのうーん、そう。あのー。え、今のところじゃ、はい。怖さがある。はい怖さがある。怖さほじさんには、この人、どういう、はい 人なんだろううっていう怖さがあるあるでもそれは今日で全部ぶ,ぶっちゃけますよ。ぶち負けます <laughs> よ。り怖がられるかもしんないけどな、俺、序盤でもちょっと怖いなと思ってたもんな。なんで、なんでですかあの、ソイソさんとのやりとりとかを聞いてるときに。いやいやいや、それはでもちょっとあれじゃないですか、漫画みたいな、脚色したトークじゃないですか、ちょっと。なるほどね。まあでも、それを聞いて判断するわけだから。 いやーでも俺も自分、多分レビンさん俺のこと好きじゃないタイプだろうなってすっごい思いますね。いや、さすがにそこまでは言わないですけど、ラジオする人かどうかっていう視点ね。好きとか,とかじゃなくて、今,今んとこ他の人で、あ、この人,この人いけそうってうのはあるんですかまあ、そう感じた人もいます。はあ。じゃあ、その人後で教えてください。嫌です。 <laughs> なんでやねん人の名前をちょっと出したくないんでそこでその人に許可も取ってないしいや,いや裏でですよ裏でいや,いやそれはそれこれはこれで <laughs> 分けていきましょうわかりましたじゃあ次のデッキいきますお願いしますいやすみません何も決めてない,いですけどどうぞ今選んでください、えー、あじゃあ恋愛は恋愛恋愛,は恋愛っていうとなんか恋愛の話をしてくださる いや恋愛について話し合いますかみたいな。話し合う <laughs> まあ、話し合うのもいいですけど、基本的に、あのー、はい、ゲストの方のエピソードとか、話題をいただくっていう感じ、<laughs> 僕のを出していく感じじゃない系のラジオにしたいんで、その、やっぱ、いろんなゲストの方がいらっしゃるんで、<ー>特色あるラジオにしたいな、みたいな。僕のはね、もう一つしかないから。出ないんですよ、あんまり。僕は1人しかい じゃあ僕は一人しかいないから一回こうああ出したらもう出したっきりっていうか、ね、恋愛の話は今までしましたうーしたと思うっていうか何ならツーショットでもしたと思うえってかのほんごめんなさいえどそういうあれはネタとしてありますかネタとしてあるどえどういうことですかはなはな話すネタとしてその恋愛話みたいなのっていうのはありますかしろよって言われたらできますけどああ あじゃあありますあります <laughs> いや俺も別にそんなあるわけじゃないんですよ別にでもなんか出来に入れたってことはやっぱしたかったんじゃないんですかそ,<う>その話を僕といやうんそうだないやだから最近ちょっと俺だから元カノがはいはいいたのがもうえーっと9年前ぐらいなんですよ、はいはい、へえ結構前ですねそれはそうだから全然恋愛とかしてなくてはい なんか恋愛の仕方みたいなのがもう分かんないんですよ本当にうんどうやってまあちょっと気になる人ができたりはたまにするんですけど<う>なんかもうアプローチの仕方が分かんないみたいなはあなるほどねでなんか最近の子たちって別に恋愛、まあ、恋愛してないっていうか、うん、なんか別に恋愛しなくてもいいじゃんみたいなのがすげえよ多い気がしててまあ人によるのかな してる人は全然してると思うけどなでもなんか僕が働いてたそのイベントのとこだとみんな,なんかもういや推しがいればいいみたいな感じの子が結構ほんと多くてうん恋愛したことないみたいな結構可愛い子でもいやそれはちょっといやでも本当本当本当に私彼氏いたことないですみたいなすげえモデルみたいな子がいてそれはちょっと今まかには信じがたい <laughs> 違うい<や>その、まあ、そういう話をしたっていうのは信じられる じゃなくてマジで彼氏がいないかどうかっていうところを信じられないってことまでもなんかマジっぽいんですよ俺の主観ですけどなるほどだからなあ最近ってそういう感じなんだとか思ってでも俺たちの時ってみんな恋愛恋愛してたと思うんですよなんかうん恋愛ソングしかなかったしね当時よそうだからなんか逆に恋愛やりやすかったみたいなうんうんでも最近俺,、まあ、俺が気になるがまあちょい下だったりするんで まあやっぱり30代半ばともなるとねあんまり上の人、まあ、まあ俺それも俺それもおかしな話だけどな上は結構俺結構無理なんで出た相手もそう思ってるよ <laughs> きっと下,下がいい派なんで若い女の子もそう思ってるよ多分そう思ってたりするじゃないですかだかなんか本当になんかこれ無理だアプローチすらできねえだろうみたいなうんそう、ね、とかいう感じで、ね で,でそれで9年ぐらい経っちゃったけど、なんか最近ちょっと恋愛っぽいのがあって。ええー、というのはいや、なんかまあ、いや、まあだからあんま詳しくは言わないけど、まあちょっと。言わんのかい。いや、詳しく、まあ、聞いてないとは思うけど、あんまり恥ずかしいから言いたくないんですけど。まあまあ、じゃあ、そのぼ、ぼかして言ってください。ぼかして言うと、まあちょっと好きになった方がいて、はい。いるんだけど、どうやってアプローチしたらいいか分かんない。してないんかい。なんか、いやあったんかと思った。 いやあ,あるある、ちょっと聞いてよ、ちゃんと全部。<laughs> だって, <laughs> て、どうしたらいいか分かんないで、分かんないっていうか、かしてないんかい,いと思うでしょ。分かんなくて、<laughs> はい、どうしようってなってて、そのどうしようの時間がすげえ苦しくて、はい、やべえ、どうしよう、え、やばい、でも、アプローチしないとなんか取られちゃうし、え、やべ取られちゃうってえ。これ、これアプローチした、いや、めんどく、どうしよう、むずい、みたいな。<laughs> おおいい感じなんです、ね、てかど。 めんどくさいんですよ、その恋愛とか正直俺は。うーん、まあそういうアンビバレントな感じはありますよね。めんどくさいが彼女は欲しいというような、ね。アンビバレントって何すかえーっと、両価値性というか、どっちを選ぶか迷うねみたいなことです。そう、それ、それ,それなんですけど、なんか本当は俺できればしたくなくて、ね、恋愛とかめんどいから。うん。で 俺失恋でのダメージがでかすぎて今までなんか本当に失恋で死にかけてることが結構あるんでなるほどしたくないんですよ本当にしたくないけど彼女は好,好きになっちゃういや彼女も別にいらないけど好きになっちゃう場合があるじゃないですかうーんまあそうなんかもね、うん、でそれが結構久々に来た感じがあってうんうんやべやばいやっ来ちゃったかもこれみたいな <laughs> で <laughs> <ょ>すげえ苦しくて いや、まあ、まあ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 ねまあまあなんだけどはいで,ですごい苦しいからもう言いたくなっちゃってやばい言わないともうやばい無理やだみたいなはいで言ったんすよすごいなんか青臭い感じだなはい青臭いんですけどで俺普段酒飲まないけど酒飲んで言ってあ最悪のパターンかもで手紙も渡したんすよ手紙はい手紙だけの方が印象いいかもな逆に そう。で、なんか今 <laughs>、返事待ちっていうか <laughs>、はあ。はぁ。読むねとは言われて読んだんだろうけど、別にそれのリアクションないみたいな <laughs>。まあ、僕もあれですよ。あのー、就活してるときにさ、はい、お手紙書くねって言って履歴書を出してさ、はい、返事ないことあるから。いや、でも、まあ、俺も聞いてないんですよ。別に返事。 どうみたいなのは聞いてなくてそうあの聞かなかったら教えてくれないんですよ基本的に結果出ててもだからでも俺聞けなくてマジで怖すぎて聞けないからうんま、えどうしえでも、ま、これからも会う機会はあるけどえうんみたいな <laughs> うーんなるほど <laughs> でも別に諦めてるとかでもなくて別にああ まあ今無理でも今後はいいんじゃないのみたいな <laughs> 逆にして考えてみると分かることはあるかもしれないんだけど付き合ってもいいかなっていう人からさお手紙もらったらさすぐ返事出さん、うん、<laughs> えっ当然としてるんですかそうそうこ小ジさんが「あ可愛い,いじゃんこの子」っていう人から付き合ってくださいっていうお手紙もらったとするでしょ、うん、はい LINE の ID い書いてたとするでしょ いやだから早すぎたのかなって本当に思ううーんなんかなんか、ま、その元カノの時は俺1年半ぐらい出会ってから1年半ぐらい付き合うまでにかかったんですよはいそれがマジできつくて長すぎてまあやっぱ関係を深めていくのって大事だと思いますけどねその友達としてうんいやだからなんか同僚としてとか昔の,そのトラウマがあるからいやもうなんかすぐ行きたいみたいな感じになっちゃってるなるほど で、なんか、俺的にはもう好きっていうのは分かりきってるから、も、ま、う、あ、とりあえず言いたいみたいな。うん。付き合える、付き合えないじゃなくて言わせてくれみたいな。一人がりかもしれません。いや、ほんとね。で、言って、若干気まずくなって現在に至るみたいな。なるほど。いや、だからまあこれからどうなるか分かんないですけど、なんか、うん。いや、やっちまったけど、でも言う、 言いたかったし、うん、みたいなうーん、まあ、うまくいってお付き合いできるのを僕は祈ってますいや、絶対嘘じゃんいや,いや祈ってはいる。だって関係ないし、俺の俺俺の好きな人と同じとかじゃないし、<laughs> だから祈るだけなら自由だから別にうまくいってくれたらいいよ、単に祈ってくださいよ、じゃあ祈ってますはいあ,ありがとうございますじゃあエビさんはどうだったんですか過去の恋愛は過去の恋愛ね、いや無職なんで普通に振られて終わりました <laughs> それはいつの話ですかえっと、大学入ってから、うん、違う、大学の終わり際から、新社会人、はい、つまり短大出て、鍵屋やって、辞めてちょい後までの付き合いだった人と、はい、もう一人は、一年歩かないかぐらいかな、はい、の人、この二人。 で普通に無職で振られて終わった。うん、え,え、告ったんすか告、告ったんすかうーん。告ったんすかっていうのはちょっと難しいな。結構関係を深めてからみたいな感じだったから、あんまり告白的告白みたいなのはなかったかもしんない。はい、あ、でもなんか、振られた感はあったんすか振られるのは普通に振られる。いや、ちょっと無職の波なんで,でお疲れです、みたいな。 ってことは、その、なんか、好きです、アプローチはしたってことですん、ね、いや、付き合ってはいましたよ、普通に。えあ、付き合ってたの付き合ってた、交際はしてた。あ、あはい、そういうことか。けど、その、付き合ってください、お手紙、バシ、みたいなのはなかったってこと。え、それぞれ何、どんぐらい、期間はどこにあるんですかえ、あの、だから、大学入ってから、大学の終わり際から、新社会人までで、多分五5年、6年弱ぐらいの人と。<お> <laughs> <laughs> もう一人あの1年ないぐらいの人ああ何かしっかり恋してるんじゃないですかどうかしてる人から見たら全然してないと思うえ会ったりはしてんすよね普通にもちろん会って遊んでみたいな、えー、それはもちろんいやなんかいや本当にいやマジで失礼な話してたらすいませんなんですけどそのやかさんとかけ知さんとかななんかなんだろう、はい 結構 SO 付近の人たちってガチでしてない人いるじゃないですか。いやー、それをなんか、鵜呑みにしてないというか、僕は。あ、そうなんみたいな、その、キャラ作りの一環でも別に、まあ別にそれが悪いことじゃないから、配信者としてね。ああはい。まあマジでしてないっていう可能性も何割かあるけど、まあ別に言ってるだけじゃないみたいなのも何割かあるし、信じきってないっていうか、<laughs> エビさんは結構そうか用心深いだいぶなのかそう用心深いっていうか,なんか何でも全て正直に言ってるとは限らないってことですよねあ俺は普通に正直だと思っちゃってましたまあまあそういうそのっていうふうに彼らは言ってるから信じるっていう派閥もありだし、うん、まあまあ言ってるけどキャラっしょみたいな見方もあるっていうかなるほどねだか,、まあ、だからまあそういう可能性もあるよあのその お付き合いととかかに興味ないとかいや絶対興味あると思います二人とも <laughs> まああんまりこれそのかここで関係ない人の話をするのもあれかなじゃレヴィンさんだとしでレヴィンさんもだからその恋愛は多分過去にはあると思うんですけどあんまりこうガッツリはしてないイメージなんですようんまあラジオで聞いた話ではそうですねそうでもそれそういう方に比べたらエビさんガッツリしてんなっていう。 イメージでだから、あんまり比べるようなものでもないし。まあ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 。<laughs> まあこれも嘘かもしれないしね。見え張ってて。いや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 。全然そういうのなかったけど、こうやって言ってるだけかもしれないよ。あ、まあ確かにね。うん、だから、人の言うことがべて真実かどうかわからないってことだよね。俺はそういうの信じ、疑うのがめんどくさいんで全部信じちゃう派なんですけど。それはそれでいいと思う。<laughs> それは人の価値観だから、もう、いいと思う。なるほどね。いや、パーソナリティとしてはいい。確かに、その感じであるべきっすよね。うん。うーん。そう、特に話すようなこともな、ないんだよな。え、じゃあ、子もいい人だったし。はい。はい。何今後、その、だから結婚とか子供とかをみたいな願望はどうなんですか僕が子供産むことはまあないですけど、 うん,うんうんまあゼロではないけど、はあえー、例えば今結婚して子供を育ててる人とかが100だとしたらうん31ぐらい。<laughs> え百100だと願望っすかそうだから今実際にやってる人の願望が100だとするでしょ 100のやる気<ー>で結婚とか子育てとかしてる人が100ね、はい、俺が31え意外とありますねじゃあまあこれを意外とあると見るか全然ないやんと見るか判断が分かれるけど俺はないんじゃないかと思ってる意外とあるというかまあ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 興味がないわけでもないけどまあそんな、うん、いっしょみたいな <laughs> ないしまずチャンスが <laughs> んまあ、あ,あ、はい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 。なんで、別にそこまで乗り気というわけではないというか、えー、まあまあまあ、あったらいいね、そういうことも、みたいなぐらいかな。<laughs> なんかでも、大体、なんかなんだ、なんでそんな落ち着いなんか大体のスタンスとかそんな感じですよね、<ん>エビさんなんかこう。まあ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 、そうじゃないですか、みたいな方。まあやっぱりその、基本 OS が、一個だから、うん、いろんな対象に対してそう思うよね。 僕、僕の人生への対処の仕方がそういうことなんじゃないまあ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 、えっしょっていう。いや、ほんとそんな感じしますね。そうだと思う、多分。いろんなことに対して、まあ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 ってやってるから。労働まあ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 とかね。まあまあ、そのうちで一緒みたいなの恋愛まあ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 みたいな。そういうことです。あ、でも多分。 レビンさんとかすごいやりやすいのかな、そのスタンスって。どうだろうなんかそのなんだから、こう、近しい仲間としては。うーん、まあ、単に使い勝手がいいというか。無職だから。時間があっていいんじゃないみたいな、そういうことじゃないですか。最近ね、無職もあんまりいないでしょ。界隈に。あー、まあ、どでかい人がいなくなったりもしてるしなうん。だからやっぱみんな、構成していくからさ、大抵の場合は。あ、でも、 俺はする気ないぞって感じですかいや別にそ,そこまでいってないそこまでいってない <laughs> 別にプライドを持ってる <laughs> プライドを持ってる無職でもないでもない楽だからやってるだけ <laughs> 必要に迫られたら俺も働くし <laughs> そうかなんで別にこれもポリシーがあってやってることじゃないからさ <laughs> なるほどねそうですかはいじゃあちょっと ちょっとお,お手洗い行って、じゃあ重要なあの話をしてって感じにしますかねじゃあどうぞお手洗い行ってください。てかお手洗い行くとしたらカッ,カットとかしなきゃいけないから面倒い。いや僕カットとか絶対したくないんであの一人でつないでおきます。<laughs> マジっすかはい。なんで <laughs> <え>どうぞご自由に行ってください。おしっこの音入ってもいいなら持ってきますけど。いやいや持ってかないでください。いいわけないでしょ。<laughs> すいません。じゃあちょっと行ってきます。はい、はいどうぞ。 うーんやはり色々な人が来るものだなと思いますね。やっぱこう話したことある人ってやりやすさがどうしても生じちゃって、そのなんだろうな楽しいだけになっちゃうっていうか修行にならないんですよね。このラジオ、そのレビンさんのスピンオフのコンテンツという側面もありますけど、僕のちょっと会話修行といいますか、まあ、やっぱちょっと社会性がないんで僕、 だからちょっとはこう人と話して社会性を身につけていかないとなという修行の一環でもあるんですね、このラジオは。なんで、こうやっぱりこう普段話したことない人、その身内のコミュニティにはいないなっていう人とも話さないと修行足りえないんですよね。だからこういう機会はすごくありがたいなと思っております。いや、今日ね、実はレビンさんの誕生日なんですけど、多分。で、 そのお祝いに、お祝いにっていうか、まあ、お祝いでもなんでもないんですけど、それにこつけて、焼肉に行こうかなと思ってたんですよね。でも、まあ、昼行くかと思ってたんですよ。でも、あ、そうだ、ラジオの約束してるから行けないじゃんと思って。で、今、お腹を減らしながらラジオをしており、終わったら焼肉に駆け込もうかなと思ってるんですが、まあ、時間次第ですね、このラジオが終わる。 皆さんはこのラジオが残り何時間あるかっていうのを見て、あ、こいつ焼肉に行けたんだなとか、この後何も食えなかったんだなとか考えてみてください。お待たせしました。はい、どうもお帰りなさい。今日レミニさん誕生日なんですかで、なんか言ってたような、なんか、39歳になったみたいなツイート見かけたんで、そうかなと思って。えー、あ,あ、なんか記念、記念すべき日にやれて嬉しいです。な <laughs> ら良かったです。<laughs> じゃあ焼肉行きましょうよって言いたいところなんだけど全然住んでる場所違いますよね。違います。僕はもう香川で一人で行きます。俺絶対、近くに住んでたら絶対行きましょうって言ってますわ。<laughs> 行きたいもん今から。じゃあその時は近く住んでたら、近くに住んでたら行ってくれますうーん、おごりなら。た <laughs> <だ>る。<laughs> いや金ないもん俺もう。 僕の方がないでしょ。収入全然ですよ、<や>今月の収入。いや、だって、遺産がめちゃめちゃあるんでしょいや、どうかないやいや、それはもう何百万の反応じゃないもん。どうかな <laughs> <laughs> それもなんか僕がすごそうに見せてるだけかもよ。ああ、まあ、それはちょっとニートの人特有のあるかもしれないですね、虚勢派の的なそ。そうそう、実はもうお金なくてめちゃめちゃ大変で、なんか砂利食べてますとかかもしれないし。 いやでもそれにしては落ち着いてんだよな <laughs> 砂利食べながら落ち着いてる可能性もあるそれだったらすごい強者ですけどねうんだからこの1回では僕の本性はわからないかもしれませんてかえエビさんってその <laughs> 結構壁を作るタイプですかどうだろう別にない方だと思いますよだって初対面の人とも話してるじゃないですかこうやってはいはいはい 壁作る人は、まず初対面の人とラジオしないと思いませんそっか。まあ、この、これをやってくれって言われてもやんないっすよね。と思いますよ、多分。まず、あの、レフィンさんのラジオに出ないし、壁を作る人は。あじゃあ割と自分をさらけ出すタイプではあるのかなそう。さらけ出してると思いますよ、かなり。こんなにさらけ出してる人いるっていうぐらいさらけ出してるんじゃないかな、えー。あ、な、そうなんすね。はい。もう、それはもう、えー、なんならあのー、 旅動画とかで僕ん家の家の外観とか出てるんで頑張ったら探せますけどね家もあそれも別に別にいいやって感じなんですか別にいいやで、ね、NG じゃないんで、まあ、別に分かったら分かったでいいやぐらいのまあ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 そんな, <laughs> なん<で>自分でその概要欄で住所書きますとかではないけどあ<ー>まあでも勝手に調べてバレる分にはまあ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 かなうーん だからそんなにさないんか自分。自分で配信しようってなんないですかあんまり。ええー。まあ最近、その配信者の人とお話しする機会があって、ラジオでね。うん。はい。で、お配信もいいものだね、みたいな、思うことはありますけど、うん、まあやっぱり、俺が配信して見る人いるのとか、はい。何話すのとか、どうしてもあるじゃないですか。冷え冷えになったら嫌でしょ、はい、自分の配信が。ショックでしょ。うん。 そういうのを考えていくとーウームなんだよなって感じですね。ウームなんだよなんか。でも、いや、でもレミンさんのアウトプットがレミンさんのところだから、結構初、初動はいいと思いますよ、その。まあ、ぜひ、そうあってほしいですね。やっぱ、その最初ゼロ人からスタートするのと、まあ、少しでも見てくれる人がいるのって全然違うものですしね。うん、そうっすね。めめちゃめちゃゃ いいい環境ではあるるとと思いますよ一から始めるとしてもうんそうかもそう言われたら恵まれてる環境にはいるかも <laughs> じゃあそれで何か配信で食ってこうみたいないやそれはちょっと飛躍しすぎっていうか食って食ってだいぶハードルが高いところに設定してません食,食ってくんですよ食ってく <laughs> 下中さんとかが食えてるのレベルでしょいやでも別に家,家の金かかんなくて遺産もあるんだったらそんなに稼がなくてもみたいないやーそんななんだろう 甘い配信への向き合い方ではいけないと思うな。<laughs> マスラオじゃないと。<laughs> まあ、マスラオっすもんね、確かに。うーんじゃあ、この先の展望だけ話して終わりましょう。はい、じゃあ、展望をお願いします。ええ何この先の展望でしょ言うんじゃないのなんか。いや、エビさんはあるのかなと思って。え何展望って。俺のいやこの 夢人生この先の人生の目標夢えないです別に <laughs> あるみたいな話した俺えいやあるのかなと思っていや別に特にはないですけどじゃあおじさんどうぞええー、ちょちょ、えー、なんかさなんか絞り出してくださいよえっ、ー、うーん展望ねどうそんなのほほんとした感じでいけると思ってるんですか人生行くとこまで行くって感じじゃないだから <laughs> いけるとこまでのほほんでやばくなったら頑張るみたいなうんまあ頑張るかどうかはその時次第だけど<笑><笑>うん何だろうマジで目標そのスタンス羨ましいっていうかちょっと腹立ってくんだよなマジで <laughs> まあそれはご随意に <laughs> な,なんだその余裕はみたいな感じでちょっと腹立ってくんだよなもちろん焦ってよみたいな、まあ 焦っても焦らなくても同じだったら焦らなくていいかなみたいなすげえな展望ねうんど,どうしますこの後、まあ、2年後に家なくなるとしてはいあ金が結構やばいさあどうするどうする働くんじゃないその時は何をしますかええ？日雇いとかえ <laughs> あまずはね うん。でも日雇いをずっとやるわけにもいかないじゃないですか。いや、そういう人もいるんじゃないかな。え、そんな、ういう感じいくんですかじゃあ、正社員にみたいなも年齢的に怪しいと思うし。あ<ー>ね。特になんか蓄積があるわけでもないしね。あ、それはちゃんと分析できてるんですね、ちゃんと。<laughs> ちゃんとできてるかどうかは定かではない。あ、一応それもなんか考慮しては考えてるんですね。 まあ、ないのはないからね。ない袖は触れない。まあでもなんか日雇いとかやって稼ぎながら、配信やりながらでもいっか、みたいなまあ配信やってるかどうかも定かではないけど。えー、じゃあ夢はないってことですかないかな夢ねそんな、そんな、そんな甘っちょろいので人生やっていけるんですか だから、やっていけるとこまでやる。<laughs> いや、すごい。すごいな、その感じ。じゃあ、夢はいや、俺はもう、売れることですね。別に何でもいいけど。配信でいや、まあ、全部最終的には全部。バンドまたは配信で売れることね。突破口は何でもいいけど、 うん、何かしらで売れて、他も、他も引き上げたいっていうか。うん。まあ、バンドは今頑張りたいし、配信も、まあ、たまにやってるんですけど、まあ、もっと頻度増やして、ガンガンやろうとも思うし。いいですね。で、ど、で、お金、やっぱお金が必要だから、お金は多分動画系っていうか、そっち系でお金を、資金を作ろうかなと思ってて。動画系あ、動画、動画系。 えー、つまり you YouTuber でってことそそう,そう ?YouTuber とかそっち系で金はなんか多分作んなきゃいけないと思うんで普通に働いててもそんな金にならないんで、まあ、そうですねなんか一山当たったらいいですけどね、うん、だから資金作りは動画とか、まあ、配信とかって考えてて、うん、で、バンドは普通にやりたいことだから絶対やりたいしやるし、まあ、結果として売れたいしみたいな でさらにそのなんか、ね、会社作ったりレーベル作ったりっていうのも後々は視野に入れてるしううん、うんなんなか、うん、今町田とかだけど下北ら辺に拠点を置きたいなとかも思っててなんかそういうのもないろいろね人とのつながりとかもなんかちょいちょいできてるんでいろ、まあ、んな人の協力をしてもらいつつうん、うん、やりたいことをやってでなんか誰かの力になれるようなねでかい存在になりたいなみたいな。 おお、エビさんを雇ってあげれるぐらいにでかくなりてな、みたいな。き <laughs> 健康でよろしいと思います。うん、ぜひ、それを期待しております。本当ですかまあ、それは雇ってくれるんだらね、ぜひ。感情がこもってなかったですけど。いや、そんなことは。<laughs> <laughs> まあ、まあ、でも本当に、はに、い、なんかだ、俺は誰かの役に立ちたいんですよ。人のために生きたい。 自分のために生きようとか全く思ってなくてへえ逆だわ誰<か>自分のために生きようしか思ったことないいや俺はもう昔はそうだったんですけどねでも今はもう人のためにしか頑張れないし人のために何かを頑張りたいし人の役に立ちたいみたいなるほどっていうスタンスですぜひその気持ちを持ち続けてほしいですねうんだからエビさんが本当に困ってたら俺は助けるその時はお願いします うん、そんぐらいの1人になりたいですって感じですぜひなってください <laughs> 思ってないじゃん思ってるって<笑><笑> <laughs> 思ってるってなって俺にデメリットないじゃん<や>その君がなってさ<え>君がそういう立派な人物になって俺にデメリットないからさ思うよそれでも別にお応援するメリットはあるんですかしゃだから雇ってくれんでしょ はい、あるじゃんじゃあ応援してくださいよしてるってしてるしてるマジであああああじゃあよかった今日寝るときに祈って寝るよいやでも本当にこれはスピリチュアルな話だけどい祈りみたいなのって超大事だと思ってるんですよ僕まあ姿勢として大事かもね僕はそうじゃない,いします僕はこうしますんでなんとかお願いしますみたいなはい と,とか感謝いや感謝しますありがとうございますみたいな気持ちうんやっぱりその物事を強く意識するっていうのは成功に重要な要素だと思うから、うん、まあ神頼みであってもいいと思うなう,うんで俺本とか読むのすごい好きで、はい、い,ろいろんな本を読むんですけどはいなんかそういうなんかスピリチュアル系の本とか祈りの本みたいなとか、まあ、そういうのとかも読んだりするんですけどやっぱへ<ー>なんか すすげえ大事っぽい心の持ちようっていうかそうですね別になんか神とか仏がいなくても、うんうん、いなくてもいなくても祈ることは大事だと思いますかなんか日々祈って日々感謝してあのだから本当すげえ人生つまんねえとかうわダリーとかそういうなんか負の感情とかずっと持ってたら絶対うまくいかんしうんそうかもねそうだからやっぱ自分が人生まず楽しんで こうウキウキした気分でさらに祈ったりお願いこう感謝したりみたいな気持ちで生きる方が絶対にいいってもう実感があるんですよねなんかやっててはいそう最近そういう感じで生きてるんですごい楽しいしいろんなことが舞い,舞い込んでくるっていうかおお<う>そうそうそうまあだからまあね聞いてる人たちはよくわかんないかもしれんけどはい <laughs> なんかそういう気持ちで生きてこうって思ってますね はい。わかりました。ぜひ。そして、ビッグ、ビッになります。なってください。そして、エビさんを、なんとか、救いたいと思います。救ってください。<laughs> 救ってくださいってことは、今、なんか、崖の、あれにいるんですか崖っぷちにいるのかいやそ,その時、その時には救ってください。あ、そうですね。はい。わかりました。じゃあ、今日はこのところですかね。うん、ええー。<laughs> なん <laughs> だきたじゃん今だって今後の展望話したんだよもっと話したい締めじゃなかったんこれいや締めですね完全にじゃあ<え>まあ話してもいいけども第二弾第2弾も出たいしえレビンさんのも出てるなもうそれは今後のね、はい、皆さんが見てどう思うかっていうところに強く寄ってきてるんでじゃ反応がよければ とかもあるんですかねまあそうなる確率はかなり高くなるんじゃないですかやっぱ反応見てくれてる人の反応次第なところもありますし、ね、みんなコメントをたくさん書いてくれそしてなんか盛り上がってる感を出してくれぜひお願いしますコメントなどまあここまで聞いてる人はコメントしてくれると思うでも果たしてここまで聞いてるかどうかっていうことが問題なんだよね長い動画はねそうですね まあ、そうっすね。まあでもありがとうございました。こんなに長い時間しゃべれて楽しかったです。はい、もう僕はあの焼肉は諦めようと思います。いやいやいやい、言ってくださいよ。いやいや、時間的に間に合わないんで。ああ、そっか田舎、田舎の方だから。そうです。じゃあ今度焼肉行きましょう、一緒に。おごりで。映画の後行きましょうよ。おごりなら。いや、俺も金で。映画の後はそういうイベントがあるんじゃないじゃあイベントの後に朝、なんかどっか行きましょうよ。 おごりなら <laughs> じゃあ松屋とかならおごりますよじゃあ松屋でえマジっすかおごりならじゃあ映画の後イベントやって朝松屋2人で行きましょう 2>, 2人かどうかは約束できないけど <laughs> あ別にレビンさんとかいてもいいっすよまあ他の人も,るもしれない,しいやレいし来てくんねえだろ松屋 <laughs> 来ないと思うな まあじゃあそんな感じでまあ12月に会いましょう取れたらねチケット取ってくださいなニートなんだから取れるでしょ <laughs> いや他にもニートいたらそいつとバトルになるんだから取れないっしょいや300人はいないでしょニートどうかな300も席ないでしょああまあ250だぞ実質そうっすねでそのニ,ニート1人が3枚とか4枚とか買ったらそんな300人250人とか <laughs> いなくていいわけだからんなら100人弱いたらもう席ないんだから100人弱はいそういるんじゃない全員合わせそう全員分のファンとか合わせたらいやでも普通の映画入りは高いですよそんな1500円とかじゃみんなませんからねまあそれでもすぐ売れちゃうんじゃないかなと僕は思ってますよいや撮りたいけどね,ねぜひ撮ってください捨て,てもないしな てか映画館で見てほしいなやっぱそれはもう見たいですよだから<今>あの編集完成したあとになんか試写会みたいなの知ますっていう話も出たんですけどああ,あいやみん,なみんな映画館で見たいですって言ってたんでなるほどね,そう,ねそうそうそんな適当に適当に見たくないみたいな感動を分かち合うというかそうそうで俺はそこでもう一度泣きたいんですよ <laughs> なるほどそれはまあ泣,く泣きそうではありますけど <laughs> うん、そこで号泣したいみたいなはいはいで一緒に泣きましょうまあ僕あんまそういうの見て泣くタイプじゃないからどうかな<笑><笑>じゃあ俺の泣いてるのを見てなんかつられて泣いてください見てってない隣で見てんの俺らいやわかんないけど <laughs> 絶対席離れてると思うよ <laughs> 確かに じゃあはい同じ時間を共有しましょうそうですねぜひしたいと思っておりますいやぜひもう僕はもう半分マブダチみたいな感じなんでぜひ会いたいです <laughs> 半分マブダチって結構面白いワードじゃない半分マブダチってマブダチなんかないやわかんないけど半分、ね、でももうすごい<分>すごいエビさんのこと好きになってるんでラジオとか過去のやつ全部聞きますよそれはありがとうございますうんそれでエビさんのこともっとし<れ>もっと知りたい それは純粋に嬉しい。このラジオで唯一純粋に嬉しい。うん。もっと知って、も,もう一回第二弾をやりたい。それは、見て。<laughs> まあ、縁があったらね。そう、縁があれば。はい。いや、でも、はい、すみません。長々ともまとめが、締めが長すぎたんでもう終わりました。<laughs> では、本日はありがとうございました。ありがとうございました。